ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ピコーン、ピコーン。ん？なんだこの音は。あ、魔理沙。今ちょうどソナーを使って水中の生き物を探していたところなのよ。おお、今のはソナーの音だったのか。随分アニメ的な音だったな。海にはまだまだ未知の生物がたくさんいるっていうし、一体どんな感じなのか確認したくてねー。ふむ、ソナーで水中を確認か。そういえば、ソナーで水中探査をした結果、あの巨大なサメがまだ実在しているかも？という情報が舞い込んできたな。え？巨大なサメって、もしかして古代サメ、メガロドンのこと？ちょ、詳しく聞かせて。それじゃあ、今回はメガロドンを含め、ソナーで捉えた巨大な生物について解説していくぜ。マリサさん、それじゃあ早速、おっとその前にチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれると、モチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。大西洋サメ協会によると、水中ソナーでニューイングランド沖を探査中、約15メートルもある、巨大なサメのような生物の陰影をキャッチしたんだそうだ。15メートルもあるサメ？確かにそれは大きいわね。でもちょっと待ったマリサ、私知ってるわよ、15メートルあるサメのこと。ほう？どんなサメだと思ってるんだ？ジンベイザメよ、普通は10メートルくらいだけど、大きくなったら15メートルくらいいくって聞いた。ああ、確かにジンベイザメはそれくらい巨大になるサメではあるんだが、残念ながら、水中ソナーの陰影っていうのは正確に形までわかるからな。ジンベイザメの形をしていないということは、とっくにわかりきっているんだよ。これが実際に撮影されたソナーの画像だ。ジンベイザメだったら、もう少し平たいはず。な、なるほど、確かに写真を見ると、ジンベイザメではないかもって思うわ。現存するサメで2番目に大きいのはウバザメが該当するかと思うが、ウバザメのサイズはせいぜい8メートルで、10メートルを超えることは滅多にない。となると、ウバザメがソナーに映った可能性も低いと考えていいってことね。そうだな。一応ウバザメの公式記録としては、1851年に捕獲された 12.27 メートルの個体がいるが、それ以上の大きさの個体は見つかっていないし、ウバザメは乱獲が問題視されていて、大きくなるまでに狩られてしまうという問題を含んでいる。そのため、ウバザメが正体というのは、あまり考えられていないみたいだな。それじゃあ一体何が正体なのかしら？もしかして、本当にメガロドンが？参考程度にメガロドンの大きさ比較表を見せておくとしよう。メガロドンはいかんせん歯の化石しか見つかってない。そのため正確な大きさが判明していないんだが、歯の化石の大きさから、おそらく15メートルから19メートルはあったとされている。ウバザメの最高記録 12.27 メートルをもってしてもたどり着けないサイズをしているな。感覚が狂いそうだけど、最大サイズのウバザメよりも、さらに成人男性一人分以上のサイズがあるって考えると、どれだけ大きいのかが想像しやすくなるわね。さて、そうなるとやはり候補に上がってくるのが、みんな大好きメガロドンということになるな。このサメ、その後どうなったの？もちろん調査を続けて、捕獲まで行ったのよね？捕獲なんてできていたら、今頃世間を賑わす大事件に発展しているよ。そっか、冷静に考えたらそりゃそうよね。それじゃあやっぱり、捕獲はできなかったのね。ソナーで調査をすることはできても、さすがに海底にいる化け物を釣り上げるための器具が、船に備わっていなかったみたいだからな。深海生物の捕獲装置も、様々な研究がされて、個体をより安全に捕獲するための装置が開発されていってるんだが、深海にいる15メートルもの巨大な化け物を捕獲するにはサイズが足りなすぎるな。なんか、いかにも優しく包み込むぞ、って感じの装置が開発されてるのね。あれ？じゃあジンベイザメみたいな巨大な生き物は一体どうやって捕獲してるの？別にジンベイザメも意図的に捕獲をしてるわけじゃない。あれは定置網にかかっていた個体を、シートで包んでからクレーンで大きな水槽へ移し替えるなどの方法が取られている。そんな大掛かりなことをしていたんだ。でも定置網にかかってるものを、だったのね。それじゃあ海底に潜んでいるような巨大生物は、そうそう簡単には捕獲できはしないってわけだ。ダイオウイカだって、生きている個体を、深海で撮影した、っていうニュースはいくつかあるが、それを捕獲した、ってニュースは出てこないだろ？巨大な生物が海底で発見された場合、人類では捕獲の方法はまだ確立できていない。もっとも、弱った個体が浅瀬までやってきていた場合、捕獲することはできてるみたいだけどな。なるほどね。それじゃあ逆に言うと、メガロドンがもし弱って浅瀬にやってきた場合、その時は捕獲することができるかもしれないんだ。理論上はそういうことになるな。しかし人類が生きてきた中で、そんな巨大ザメが、弱って浅瀬に上がってきたという記録がない以上、もしかしたらメガロドンはいないのかも。何弱気になってるのよ。ソナーで陰影は発見できたんだから、きっといるに決まってるわ。そうだといいんだけどな。ま、
すでに深海生物を捕獲するための技術は生まれてるし、あとは大きな生き物を捕獲する技術が確立すれば、メガロドンの捕獲も秒読みになるかもな。その時には、ソナー画像も役に立つかもしれないわね。続報を待つことにするわ。続いて紹介するのは、おそらくメガロドンではなく、他の危険な生物に関する情報だ。え？メガロドン以上に危険な生物？一体何？1978年、太平洋上を航行していたアメリカ駆逐艦スタイン号。このスタイン号にはソナーが搭載されていた。とは言っても、駆逐艦用のソナーだから、魚群探知用というよりは、どちらかというと魚雷などを探知するためのものだと思うが、そのため正確にどんな生き物がいるかを把握することはできない。しかしそんな時、スタイン号に備わっていたソナーが急に不調を起こし始めたらしい。あら、それは大変だわ。魚雷でも飛んできたらひとたまりもないわよ。そう、ソナーは敵の動きを把握する上でも非常に重要な役割を持つ。そのため一旦スタイン号はソナー修復のため、カリフォルニアにあるロングビーチの、造船所に寄港することになった。そしてそこで星チームがソナー部へと向かったんだが、すると、恐ろしいことが発覚したんだ。船に装備されているマルチモードソナー、それのラバーコーティングが切り裂かれ、全体の 8% 以上が損傷していることが分かったんだ。え？ちょっと待って。ソナーが襲われた？そんなものを襲う生き物がいるの？どうやら傷をよく見てみると、まるで何者かに食いちぎられたかのようになっていたらしい。裂け目の部分には、巨大な歯のようなものが残されていたそうなんだ。なんじゃそりゃ、巨大な歯って、一体何が襲いかかってきたっていうの？実際にその傷を見たクルーが言うには、まるでワニの群れに襲われたかのようだった、とのこと。しかし、数十メートルあるスタイン号にわざわざ襲いかかってくる生き物なんているはずがない。クルーたちは何が襲ってきたのかわからず、ただ恐怖するだけだったという。そりゃ恐怖もするわよ、突然わけもわからず襲われちゃったらさ。何に襲われたのかを探るため、海軍の生物学者がその船の傷の調査に加わったらしい。そして学者は傷の裂け目で見つかった歯のようなものを調べることにした。それぞれの裂け目部分とその歯のようなものの幅を合わせてみると、やはり大きさが一致した。すべて同一犯がやった行いであり、複数の生物が一斉に襲ってきたという線はなくなったわけだ。たった一体で船を襲いに来たってこと？しかもソナー部分を壊してまで、一体何が目的？ソナー部分を破壊したのはおそらく偶然なんだろうが、学者はその歯のことを詳しく調べると、どうやら歯だと思っていたものは、イカの吸盤についている爪と似ているというんだ。吸盤の、爪？ってことは、犯人はイカ？でもちょっと待って、スタイン号って数十メートルあるんでしょう？そんなものを襲うイカって、もしかして、伝説の生物、クラーケンが現れたんじゃないの？学者自身もその可能性は否めないとコメントしていた。爪の大きさから逆算していくと、その全長はおよそ45メートルには及ぶと計算され、そんな巨大な生物が存在するはずがないと。学者は恐れをののいていたそうだ。45メートル？メガロドンなんて簡単に捕食されてしまいそうなくらい巨大だわ。そんな生物が本当に実在するっていうの？さすがにそんな巨大な生き物が存在するわけが、と言いたいところだが、45メートルとはいかずとも、巨大なイカの生き物だったら、候補はあるだろう？え、ダイオウイカのこと？でも、ダイオウイカだってそこまでの大きさには、ダイオウイカの中でもさらに一回り大きい種類として、ダイオウホウズキイカという種が存在している。こいつは発見されている中でも14メートルほどの個体が存在していて、巨大になれば、45メートルとまではいかずとも、20メートルくらい行くんじゃないかと考えられている。20メートルのイカ、考えるだけでそっとしてしまいそうになるわね。ダイオウホウズキイカの恐ろしいところは、触腕についている、吸盤代わりの鋭い爪だ。爪は通常5センチほどの大きさになり、鍵爪状になってて、獲物の肉に食い込んだら、決して外れないような構造になっている。仮に外れたとしても深く刺さっていた場合、相手の肉を深くえぐり取り、大ダメージを与えることができる構造になっているんだ。ちょっと、えぐいこと言わないでよ、想像しちゃうじゃない。ああすまない。しかしこのダイオウホウズキイカの爪とさっき見せた歯のような痕跡、確かに似ていると思わないか？言われてみれば、でも、ダイオウホウズキイカが船を襲う理由が、いまいちわからないんだけど、実は、ダイオウイカやダイオウホウズキイカは寿命が近づいてきた場合、海面に浮かぶ船に巻きついてくる、という事例がいくつか報告されているらしいんだ。え？ほんと？そんなことしてきたら、まさにクラーケンと同じってことになるじゃない。意外とダイオウイカは好奇心旺盛のようで、かつてメキシコ湾の深海で、ダイオウイカの調査をする際、罠を設置してダイオウイカをおびき寄せたことがある。その際、ダイオウイカは罠に興味を示して、複数の触腕で罠を触っているのが記録された。うわぁ、獲物を狙う様子そのままね。
これが人間じゃなくてよかったわ。確かにそうだな。このダイオウイカは罠に興味をなくした後は、どこかに去ってしまったらしい。また、ダイオウイカといえば天敵はマッコウクジラだと言われている。ダイオウイカ自身がマッコウクジラに襲いかかることもあるし、深海のライバル同士だと言えるな。このことから、ダイオウイカは好奇心旺盛かつ、かなり攻撃的な生き物であることがわかる。攻撃的だから、巨大な船も襲うってこと？いやいや、でも間違えることなんてないんじゃない？霊夢、少し前に話しただろう？寿命が近づいてきた場合、船に巻きついてくる、といった行動をすることがあると。寿命が近づいてきた場合って、もしかして、もう認知能力が低下してるってこと？おそらくな。ダイオウイカにとってスタイン号は、海面に上がろうとしているマッコウクジラのように見え、チャンスとばかりに襲いかかったのかもしれない。しかし実際に襲ってみても手応えがないし、なんなら食べた感じもしない。だからある程度傷つけたら逃げたのかもしれないぜ。それでスタイン号には傷だけが残ったと。辻褄は合うけど、なかなかない出来事ね。ソナーまで壊されてしまってるわけだし、ある意味貴重な体験かもしれないわ。まあそうだな。ダイオウイカはクラーケンのモデルになったと言われている生物でもある。クラーケンは西洋では船を襲い、人間を食べると言われているわけだが、もしかしたら船を襲ったダイオウイカが、逃げるように海に飛び込んだ人間を食べたことから、そういう伝説が生まれたのかもしれないな。もしその話が事実だとしたら、やっぱり海ってかなり危険な場所かも。続いて紹介するのは、国会で発見された、謎の巨大生物についてだぜ。時代は1991年以前と言われているな。ソ連の研究用潜水艇、アカデミックシルシェフ号が、ソ連科学アカデミー所属の海洋生物学者らを乗せて、3ヶ月に及ぶ国会の探索に向かったらしい。なんだかいきなり壮大な話に感じるわ。アカデミックシルシェフ号って名前がいい感じね。船は国会に到着し、国会の探索が進められた。主に生息している動物の研究や、生態調査が目的だったようなんだが、そこでクルーたちは、信じられない体験をする。なんと、シーサーペントのような海蛇タイプの未確認生物を目撃したんだそうだ。うわ、出たわねシーサーペント、国会に現れたの？そのようだぜ。クルーたちは突然の出現に驚きながらも、そのシーサーペントの調査も、しようと考えたみたいだ。いや、そんな無茶は良くないと思うけど、人間を襲うこともあるんじゃないの？幸いクルーたちは食べられることはなかったようだ。12日間で3度の目撃があったそうで、シーサーペントは3度目の目撃の際には、潜水艇に体当たりまでしてきたんだとか。ほら、やっぱり人間に対して敵意があるじゃない。危険生物よ、近づくのはやめなさい。実際にシーサーペントに体当たりされた時、学者の一人がコメントを残しているらしいんだが、全く信じがたいような話ですが、世界最大の発見の一つとなるでしょう。私も潜水艇に乗り込んでいたのですが、海蛇がぶつかってきた時には、すっかり殺されると思ったほどです。よく潜水艇が持ちこたえてくれたものです。と、当時の心境を語っていたそうだ。そんなにピンチな状況に陥ってたんだ。命が助かってよかったわね。また、学者はさらにコメントを続けて、同僚の博士も、潜水艇の観察窓越しにその怪物を目撃しましたが、頭部だけで少なくとも直径3メートルはありました。なんといってもすごかったのは、牙です。コブラに似た牙ですが、はるかに大きいのですと語っていた。頭だけで直径3メートルもあるって、それじゃあ体は一体どうなっちゃうのよ。調査船にはソナーも備わっていて、その巨大海蛇の陰影を把握することができたらしいんだが、ソナー画像を確認したところ、その海蛇の体長はおよそ50メートルはあったんだそうだ。50メートル？さすがにそんな大きさの生き物存在しないでしょ？世界最大と言われるシロナガスクジラだって30メートル前後がやっとのところなんだから。そう、だから普通に考えて、そんな巨大な海蛇なんているはずがない。しかし複数の学者が確かに目撃したと証言しているし、そこで嘘をつく理由がいまいちわからない。だから、何かの生物は確実にいたんだと思うぜ。それがシーサーペントかどうかは置いておいてな。でも、そのソナー画像は残っているの？それを確認してからじゃないと納得できないわ。残念ながら、ソナーの記録も写真も、なぜか公開はされていないみたいだ。それじゃあやっぱり嘘をついていたんじゃない？そんな生き物がいるはずないし、しかも国会だなんて閉鎖的な場所で、生きていけるとはとても思えないわ。まあ、地中海を行き来しているとは思うが、そこで発見されたのは確かに謎ではあるな。どこかから流れ着いて、しばらくそこに停滞していただけかもしれないし、なぜそこで発見されたのかまでは理由が解明できていないみたいだ。しかしもしこいつが実在するとしたら、国会の生態系は大変なことになってるだろうな。50メートルもあれば間違いなく頂点捕食者だ。
国海に生息するすべての生物が、その生き物に対してただならぬ恐怖を覚えていることは間違いないだろう。もし私だったら今すぐにそんな海域から逃げ去ってやるけどね、危険すぎるから。さて、そんな国海で発見されたシーサーペントだが、実は捜索ではないか、という説が浮上してるんだ。え？そうなの？実はこの国会の調査を行ったロシア人の学者たち、名前まで公表されているみたいなんだが、この人物たちの名前を検索してみても、ヒットするものが少ないんだよ。つまり、この人物たちは誰かが考えた、捜索上の名前なんじゃないかと考えられたんだ。なんてこと、せっかく未知の生物が見つかったかもしれないのに。当然、アカデミックシルシェフ号という船を検索しても、ヒット数がほとんどない。これらの理由から、今回の話は捜索であり、国会にシーサーペントなんていないのでは？という話が出てきてしまっているんだ。もったいなさすぎるわそんなの、せっかく未知の生物がいるかもしれないのに。捜索なんか作って、国会が実際に調べられなくなったらどう責任取るのよ？ちょっと怒りの金銭がよくわからないが、確かにロマンを追い求めるあまり、捜索に行き着いてしまうのはもったいないかもしれないな。事実は小説よりきなりという言葉もある。人間が考えた未確認生物なんかよりも、まだ発見されていない生物の方が、よっぽどおかしな生態をしていることがほとんどだからな。あまりにも未確認生物が発見されないと、そうやって捜索が起きることもあるのねー。ま、未知の生物っていうのはそう簡単に現れない、っていういい教訓にはなるかもしれないが、やるなら世間を騒がせるような方法ではなく、あらかじめ嘘だとした上でやっておいてほしいよな。全くその通りだわ、人騒がせなのはダメよ。それにしても、水星未確認生物をソナーで調べてみて、実際実在するって判断することはできるのかしら？ソナー画像はかなり正確に物体の輪郭を捉えてくれるものだから、確かに水中に何かいる、ということを把握することはできるんだ。過去にはネッシーだけでなく、ネッシー系未確認生物のチャンプをソナー画像で捉えた結果も残っている。ふむ、確かにこのイネイはまるでネッシーみたいな見た目をしているし、何かしらの生物で間違いないって思えるけど、結局ソナーで存在を認識することはできても、実物を目にすることはできてないんでしょう？じゃあソナーの役目っていまいちわからないような。なんてこと言うんだ、そもそもソナーの役割は何も未確認生物を探知するだけのものじゃない。漁師が魚群探知として使うこともあれば、地上での生活において、自動運転で役立つ時もある。ソナー技術を使うことによって、気づかないところで多くの人が助かってるんだよ。まあその話はわかるけど、私はやっぱり未確認生物が好きだからさ。ソナー技術がそんなに優秀だって言うなら、ガンガン活用して、未確認生物を探しまくってほしいわ。残念ながら、それはあまり良くないと考えられてるぜ。どうしてよ？せっかくの技術なんだから、どんどん使っていかないと。海っていう場所は人間の手によって、様々な問題が発生している。例えば海洋プラスチックゴミ。毎回海の生き物が飲み込んでしまったり、ゴミが絡まって泳げなくなってしまったり、様々な問題が発生しているだろう。それは確かに、あんまり良くないことだとは思っているけど、でもソナーはあまり関係ないでしょう？いや、ソナーもかなり海に影響を与えるものなんだ。海の中において、ソナーというものは騒音という扱いになる。例えばクジラ。彼らは長時間潜水して餌を探す生き物なんだが、ソナーの影響を受けたクジラは水中で多くのストレスを感じてしまい、潜水パターンが乱れる。といった問題が実際に起きているんだ。え？そうだったの？ただの音波なのに、そんな影響がある？ただの音波だと思っているかもしれないが、クジラなどの動物は音波を活用して、仲間とコミュニケーションを取ることもある。そんな中、未知の音波が流れてきては、仲間とコミュニケーションを取ることができないし、餌を探すのにも邪魔になる。その結果、1960年から2004年の間にクジラが大量に海岸に打ち上げられた。打ち上げられたクジラを調べたところ、脳内出血のような症状が見られたらしい。脳内出血？音波でそこまでひどいことになるなんて知らなかった。特に音に敏感で、音波を活用して生活している生物たちにとって、ソナーは狂気になる。よくソナーの音波問題は軍事利用している戦艦たちに向けられる話なんだが、未確認生物を探すと言ってむやみやたらにソナーを使う人たちも、同じくらい問題だと思うぜ。ごめんなさい、私知らなかったわ。まさかソナー技術がそんな弊害を持っていたなんて。わかってくれればいいんだ霊夢。確かに未確認生物を探すのは楽しいし、ロマンのあることだからな。しかし、もっと未確認生物を見つけてほしいとか、そんな便利なものがあるならもっと活用しろ、とかが嫌がとやかく言うのは、自然の生き物たちを危険にさらす行為だという認識を持ってほしかったんだ。
よくわかったわ。やっぱり技術が進歩するのはいいことであると同時に、問題もはらんでいるってことなのね。もちろん、どうしても使わなきゃいけない場合や、音波に敏感な生き物がいない海域で使うなど、要所要所で使っていく分には、とても素敵な技術だと思うぜ。それじゃあ、クジラやイルカが多い海域では、使っちゃいけないみたいな法律を作ればいいじゃない？そんなことしたら、クジラやイルカが多い海域に大量に機雷を設置するなどの戦い方が生まれるだろ。ソナーが使えないからって、やりたい放題になるのもちょっと違うぜ。なるほど、いろいろ考えなきゃいけないことがたくさんあるわねー。生き物を守っていくためには、未確認生物を見つけることだけに固執せず、基地の生物たちの生活も守るように頭を使っていく必要があるぜ。まあそうね、そもそもソナーを使っても、そこに何か未知の生物がいるかも、ってわかるだけで、確実に捕獲ができるわけじゃないもんね。発見するだけだったら、もっと他の方法が、進歩していけば、基地の生物たちを危険にさらさずに済むかも。確かにそうだな。他の技術となると、まあ海底探査船が進歩していくしかないかな。あれはあれで海の生き物のストレスにはなりそうな気はするが。ダメよマリサ、生き物のストレスのことばかり考えていたら、全身がなくなっちゃうわ。おお、霊夢の知的好奇心も、こういう時には頼もしく感じるぜ。ネッシーやチャンプ、メガロドンやクラーケン、いろんな生物がソナーのおかげで、実在するかもって思えたんでしょう？だったら、その生き物たちを捕まえるために、いろんな技術が開発されるのを待ちましょう。それまでの間に、私たちは私たちのできることをすればいいのよ。いい考えだと思うぜ霊夢。ところで、私たちのできることって、なんだ？それはもちろん、霊夢未確認生物水族館の開園準備をしておくとか、そのための予算を抑えるとか、いろいろした準備があるでしょう。毎回言ってるけど、一体でもいいから未確認生物を捕まえてから言えよ。だって私、めったに現地に行って調べたりしないからさ。マリサが現地に行って調べてくれれば、私は下準備に集中できるんだけどな。やれやれ、まあこの金井の執着のおかげで、未確認生物に興味を持つなら、別にいいか。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。水中ソナー画像って、思っていたよりも正確なのね。私知らなかったわ。お、ソナーに興味があるのか？霊夢。ソナーさえあれば、未確認生物の姿も正確に捉えることができそうだし。ああ、実際そういう使われ方もしているな。過去にも未確認生物をソナー画像で調査したことが、何回かあったみたいだぜ。それじゃあ、ソナーで鮮明に捉えた謎の巨大怪物たちについて解説していくぜ。マリサさん、それじゃあ早速、おっとその前に、チャンネル登録と高評価ボタンを押してくれると、モチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、チャンプについてだぜ。チャンプか、なんか聞いたことがある未確認生物だわ。結構有名な未確認生物だし、このチャンネルでも紹介したことはあるぜ。ネッシーと同じように、首長竜タイプの未確認生物として知られている。アメリカのニューヨーク州、バーモント州の間にあるシャンプレイン湖に生息していると言われているな。チャンプの撮影に初めて成功したのは、1977年。とある女性が湖面から背中のコブと、長い首を見せた姿を写真に収めているんだ。今でもかなり信憑性が高い写真として人気を博し、地元ではちょっとしたマスコット的存在になってるぜ。すごいわね、アメリカ版ネッシーというだけあって、地元の町おこしに貢献してるんじゃないかしら。確かに貢献してるだろうな。しかし長い間チャンプの正体は判明しないままで、本当に存在するのか？実は作り物じゃないか？という意見が飛び交う状況になっていた。しかしそんな中、2023年の7月、シャンプレイン湖を航行していたチャーター船に搭載された、ソナー探知機が、とある巨大な影を捕捉した。それがこの画像だぜ。このシルエットは、私たちがイメージしてる首長竜とほぼ一致してるじゃないの。そう、ソナー画像は水の中の生き物の影を正確に捉えることができるわけだが、正確に捉えた姿がこれということは、やはりチャンプは実在するのではないか、と多くの人が信じるようになった。チャーター船によると、チャンプを探しているつもりは、一切なかったそうで、マス釣りの最中にマスの魚影を確認するためのソナーだったようだが、まさかこんな巨大な魚影が発見されるとは当事者たちも思っていなかったようだ。少なくともこの画像、マスの魚群が集まっている姿ではないわよねー。そうだろうな。また船員たちは船首から100メートル先にマスの大群がいたから、この怪物はもしかして、この魚群を狙って泳いでいたのではないか？とも言われている。もしそうならものすごい衝撃的な写真だわ。本当にこんな生き物が実在するなんて。
チャンプ研究者たちも、今回のソナー画像に食いつき、やはりチャンプは実在すると、息を荒くしていたそうだ。しかし、ことはそんなに順調には進まなかった。え？何か妨害があったの？妨害というほどではないが、未確認生物に対してリアルな意見が寄せられるのはつきものでな。チャンプの正体について、動物研究者たちが色々と調べ始めたんだよ。チャンプの正体は、ロングノーズガーなのではないかという意見が出始めた。ガーって、アリゲーターガーとかで有名なあのガーよね？こんな細長いの、ソナー画像で見た首長竜の影とは全然違うわよ。確かに見た目ではそこまで一致してないと言えるが、ロングノーズガーは確かにシャンプレーン湖に生息している生き物だし、あくまでも可能性の一つとして残しておくべき生き物なんだ。他には、流木を首と背中のコブに見立てて、実際に水に浮かべてみるという実験も行われた。似た形の流木を設置することで、チャンプに見えないか実験したわけだな。なんてひどいことするのよ。そこまでしてチャンプは偽物って思いたいわけ？まあ、それでも中には古代生物の生き残りだと主張する動物学者もいたんだけどな。中には、チャンプの正体の候補として、タミストロフェウスが挙がったこともある。タミシ？タミストロフェウス。首長竜という括りでいいのかはわからないが、体長6メートルなのに対し、その3分の2ほどが首で占められているという、史上最も体に対して首の比率が大きい生物だ。すごい、これ、一応首長竜の括りでいいんじゃないかしら。タミストロフェウスは、成長すればするほど首の長さが長くなっていく生き物だったと言われている。もしチャンプの正体がこいつなんだとすれば、現代ではさらに首が長くなっているかもな。そうなれば、もっともっと巨大なチャンプが見れるかもしれないわけね。楽しみだわ。しかし、そんなタミストロフェウスに関して、他の否定派がある事実を突き止めたんだ。その事実とは、タミストロフェウスは、水生には適していなかったというものだ。え？そうなの？タミストロフェウスの頭蓋骨を CT スキャンで調べてみた結果、現存するクロコダイルのように、鼻甲が糞の上部にあるということが分かった。これはどういうことかというと、積極的に狩りに行くスタイルよりも、待ち伏せ型の狩猟スタイルを確立している生物だった、ということが伺えるわけだ。チャーター船の話によれば、チャンプは魚群に向かって行ったのではないかという話が、出てきていただろう。しかし実際のタミストロフェウスは待ち伏せ型、わざわざ魚群に向かう生態はしていないとのことだ。でもそれはあくまでも予想でしょう？それだけでは断定できないはずよ。確かに断定はできないが、他にも水かきらしきものはついているけど、手足の短さや身体のアンバランスさから、遊泳は苦手だっただろうと言われている。遊泳が苦手な生き物が、積極的に水中で狩りをしていたかと言われるとな。次から次へと古代生物説を否定する声が上がってくるわねー。また、タミストロフェウスの植生についても少し解明されているようだった。タミストロフェウスは、幼体と成体では歯の形が異なることが分かっていたから、成長とともに植生が変わると考えられていたが、タミストロフェウスの大型種と小型種が、同じ地域に生息しているだけということが判明した。その中でも、大型種は大型の魚類や頭足類を、小型種は小型の小さな魚類や甲殻類を、食べていたのではないかと考えられるようになった。小型のタミストロフェウスは、小型の魚を食べていたって？で、マスは小型の魚よねー？ってことはまさか、マスの魚群を追いかけていたタミストロフェウスは、小型種の可能性があるってこと？そして同じ地域に生息していたってことは、大型のタミストロフェウスがシャンプレーン湖に、生息しているかもしれないってことね？急にロマンが溢れてきたじゃない。そう、否定派の動物学者たちは、チャンプの正体を解き明かすつもりだったんだろうが、むしろ、未確認生物好きの心を動かす結果になってしまったというわけだな。今まで目撃されていたチャンプよりも、巨大なチャンプが生息しているかもしれないということになったからな。ははーん、研究者たちも墓穴を掘ったわね。未確認生物好きを甘く見てると、どんどんいろんな情報を勝手に頭の中で組み合わせて、一つの仮説を作るんだから。とは言っても、ソナー画像でチャンプの姿が確認されたからといって、実際の姿が確認できたわけではない。そこはぬか喜びしてはいけないぜ。そっか、まだいるかも、っていう段階であって実在する姿が見れたわけではないもんね。いっそのこと池の水全部抜く、みたいに湖の水全部抜いちゃえばいいのにね。こんな広大なシャンプレーン湖の水を全部抜くっていうのか？さすがに規模が大きすぎるし、絶対に反対されるからやめておいた方がいいと思うぜ。ほんとだ、画像で見るだけでかなり広い湖ってことがわかったわ。まあ、今回のソナー画像でわかったが、おそらく今後もシャンプレーン湖に対して何かしらの調査は、されるだろうし、あんまりガツガツしすぎずに、気長に研究結果を待った方がいいと思うぜ。せめて私たちが生きている頃に研究を進めてくれればと思うわ。
ジャンプのソナー画像の話をしたから、せっかくだし過去のソナー画像による、謎の生物の話もしていこうかと思うぜ。その話は1969年4月、ノルウェーの漁船マイラーク号が、北米アラスカ沖、ラズベリー島付近を航行中に撮影したある画像なんだが、断面式のソナーが捉えたその画像は、長い首と、それにヒレ状の手足、まるで古代の海に生きていた、プレシオサウルスのような姿が映っていたらしいんだ。ふむ、確かに影だけを見ると、そんな風に見えなくもないわね。アラスカ沖では今でも語られている海の怪物、シーサーペントの伝説があるし、古代生物かシーサーペントか、どっちが正体だ?と現地で論争になったこともあるらしい。なんて幸せな論争なのかしら、現実的な意見が出てこないだなんて。しかし、ソナー画像って、なかなかフェイク説が出てこないものねー。ソナー画像というものがそれだけ信憑性のある証拠として機能するからだろうな。画像に映ったということは、少なくともそこには必ず何かいたということになるわけだから。しかも画像を作るためだけにそんな巨大なものを用意して、しかも片付けるなんてほぼ不可能。仮にそれをやってのけたとしても、おそらく目撃者が現れるしな。それじゃあ自作自演っていう可能性も低いってわけね。本当にアラスカ沖に謎の怪物がいるかもしれないんだ。これまで、湖にネッシー系の未確認生物がいるって話はたくさん聞いてきたけど、沖にネッシー系が現れるなんて話、初めて聞いたから興奮してるわ。確かにそうだな。ネッシー系の未確認生物はこれまで数多く目撃されてきたわけだが、今回ソナー画像に映り込んだ生物は、アラスカで時折目撃される未確認生物、カクラトではないかという意見も上がってきた。カクラト?初めて聞く名前だけど、一体どういう未確認生物なのかしら?カクラトは現地の言葉で、野獣の生打ちを意味するらしい。昔から、生打ちに似ているがそれよりもずっと凶暴な生物として語られており、生打ちやシャチなどの危険生物を簡単に捕食してしまうという話がある。なんですって、生打ちは白クマも捕食するほど強い生き物だって聞いたことがあるし、シャチなんて言わずもがなだし、そんなに大巨頭を倒してしまうなんて、化け物だわ。北極地方の海に住むと言われている未確認生物だから、その目撃情報は乏しく、存在しているのか、疑問視されるような声が多いんだが、2008年の7月に、それらしき生物の死体が、海岸に漂着しているのが目撃されたらしい。そうなの?場所はアラスカ州ヌニバク島メコユクの海岸。その生き物は全体がピンク色の滑らかな肌に、覆われていたそうだが、正確な体長などは測っていないそうだ。ふーん、でも、なんか先端に細長い部分が伸びているのが写真でわかるわね。一体ここは何に使う器官なのかしら。いいところに気がついたな、霊夢。その細長い器官の特徴から、カクラトの正体は、ある未確認生物と同じなのではないかと言われるようになったんだ。その未確認生物というのは、トランコだ。トランコって、聞いたことあるわよ。確かシャチ2頭と戦っていたっていう、象みたいな長い鼻を持っている生き物よね。そう、トランコが発見されたのは南アフリカの海岸だから、場所が全然違うんだが、海の中で鼻が長い生物なんてそうそういない。カクラトはもしかしたら、トランコの近縁種である可能性があるかもな。それじゃあ早速じっくり調べなきゃいけないわ。その死体はもちろん持ち帰ったんでしょ?残念ながら、カクラトの死体は一通りその場で調べた後、海に返してしまったそうだ。だからそれ以上調べることはできないぜ。なんでいつも漂着死体を海に返してしまうの?せっかく調べるチャンスだったのに。お前みたいに研究熱心な人ばかりじゃなく、生き物がかわいそうだから、生まれた場所に返してあげようという思想の人もいるってことだよ。幸いにも、謎の生物を記録したソナー画像と、打ち上げられたカクラトの写真は残されているから、今でも写真越しに研究することは可能だぜ。いやー、写真越しに研究したところで、どうせ何も出てこないわよ。そんなこと言うなよ。画像だけでも十分いろんなことが調べられると思うし、もしかしたら、とんでもない情報が隠されているかもしれないじゃないか。もしそうだとしても、私はせっかくのサンプルを海に返したことを許さない。なかなか強情なやつだぜ、仕方ない。それじゃあ他の生き物についても話をしていくか。霊夢は、キャミーという生き物を聞いたことがあるか?キャミー、聞いたことがあるようなないような。キャミーはこのチャンネルでも、ネッシー系の未確認生物を紹介するときに出した生き物なんだが、カナダのブリティッシュコロンビア州にあるキャメロン湖で目撃される生き物だ。キャメロン湖だからキャミー。このシンプルなネーミングは、ネッシー譲りだろうな。外見の特徴は、全身が黒色に近く、体長は4から20メートルなんだそうだ。随分触れ幅が大きいじゃない。ほとんど正確な大きさ分かってないんじゃないの?多分そうだろうな。キャミーは目撃証言では、海蛇のような姿をしていた。
という意見が数多く寄せられているんだが、中にはコバンザメに近かったという意見もあったりするから、正体はまだまだわからないことだらけなんだ。ウミヘビとコバンザメじゃ見た目が全然違うわよ。なんとか正体を探れないものかしら。一応欧米の方では有名な未確認生物らしいから、調べられてはいるんだけどな。過去には人間を襲ったことがあるとか、キャメロン湖に死体が上がったとか言われるから。人を襲うの？めちゃくちゃ危険な生物じゃない。あくまでも過去の話だから、本当に襲ったのかは分かっていないぜ。また、キャミーは、2007年8月にその姿が撮影されたとも言われているんだが、正確な写真がどれかわからず、この写真は別のレイクモンスターだ、という意見もある。だから実質、写真はまだ撮られていないも同然の状態になっているというわけだ。ガーン、せっかく写真が撮られたかもしれないのに、他の生き物とごっちゃになるなんて。まあ、これだけたくさんレイクモンスターがいれば、そういうことも起きてしまうわけだ。ただ、撮影した本人がコメントを残しているらしく、キャミーは湖面を泳いでいたそうで、波が立っていたと言われている。確実に何かはいるということだぜ。その何かをなんとか調べてほしいんだけど、キャミーについて、研究は進んでるの？今回はソナーで捉えた生き物の紹介だぜ。当然キャミーも調べられている。2009年、科学的隕星動物クラブと呼ばれる団体の団員が率いるチームが、ソナーを用いてキャメロン湖を調べたらしいんだ。おお、なんか名前はよくわかんないけど、頼りがいがありそうだわ。チームがキャメロン湖を調べてみたところ、水深約18メートルの位置で、巨大な生物2体の影を捉えることに成功したらしい。また、同じような影を水深4メートルの地点で確認することができたそうだ。すごいすごい、どんどん姿が発見されている、しかも複数体いるってことは、そこでしっかり繁殖してる可能性があるってことなんじゃないかしら？まあ、最低限度子孫を繁栄させるための個体数ってものが生物にはあるはずだからな。今現在発見されている未確認生物たちにも、それだけの個体数が理論上はあるはずなんだが。それでそれで？もちろんソナー画像は残っているんでしょう？早速その画像を見せてちょうだい。それがな霊夢、報告書を確認したところ、残念なことが書かれていたんだ。え？残念なことって？ソナー画像を調べるための機械が故障し、さらに水中の様子を調べるための水中カメラは、湖の中に落としてしまったらしい。だからデータも何も残っていないんだ。なんですって？なんてドジなことをしてしまうのよ。まあしょうがないと思うぜ、やってしまったことを後悔しても。せっかく複数体いるかもしれないって情報を得ることができたのに、証拠が見つからないんじゃ、何もできないじゃないの。さて、ここまでいろんなことがハプニングがあると何が起きるかと、信憑性の低下だ。ああ、なんとなく言いたいことはわかるわ。調べたけど証拠はない。見つけたけど写真はない。そんな発言は、夏休みの宿題をやったけど家に忘れてきた、というのと同じくらい信用ならないんだ。そのため多くの人が、キャミーなんて本当は存在しないんじゃないかと考えてしまった。実際調査チームのリーダーもそう言われることがわかっていたのか。今回調査した湖の中で発見したものは、おそらく巨大なウナギやチョウザメなど、基地の生き物の可能性が高い。と、自分で発言してしまっているんだ。なんて悲しい、せっかく自分たちで一生懸命調べたのに、そんな報告をしてしまうなんて。まあ、機材をすべて失ってしまったんだから、提示できる証拠が何もないんじゃな。また、同じ地域ではどうしても、キャミーよりも有名な生き物がいるんだ。キャドボロ湾に生息すると言われている海の怪物、キャディの存在がある。あ、聞いたことあるわよ。確か実在の可能性がかなり高い生き物だって。そう、ニュースとしてはそっちの方が大きいから、どうしてもキャミーの方は薄くなってしまう。他にも、一般人がキャメロン湖で謎の未確認生物の写真を撮影した、という報告を挙げることが何度かあったようだが、それも信憑性は薄かった。他の目撃情報を集めてみると、背中にギザギザのヒレがあることがわかっていて、頭部はまるでチョウザメのようだった。という報告があるらしい。チョウザメにもギザギザのヒレと言えるものがあることが分かっているわけだし。もしかしたら、本当にキャミーの正体はチョウザメなのかもしれないな。ソナー画像まで使って調べたのに、正体がチョウザメか。ちょっとチョウザメしちゃうわね。さて、くだらんシャレは置いておくとして、決して研究チームは、キャミーの捜索を諦めたわけではないらしい。え？そうなの？多くの機材を失ってしまったため、再調査には時間がかかるかもしれないが、湖にはやはり奇妙な何かがいると信じてやまないチームたちは、湖の調査を5日必ず行い、今度こそキャミーの正体を突き止めると発言している。すごい、それほどのガッツがあるなら、きっとしっかり調べてもらえるはずね。どうにか本物のキャミーを見つけて、今度こそ学会とかに発表してもらいましょう。ちなみに、今回と同じように、ネス湖においてもソナーによる調査が、行われていることが分かったぜ。
2020年9月に、ネスコでソナーの調査を行ったらしい。ネスコでもそんなことが起きてたんだ、それは知らなかったわ。これが実際のネスコのソナー画像。そして赤く丸がついているところには、生物がいた。この生物が一体何なのかは分かっていない。ただの淡水魚か、あるいはネッシーか。シルエットだけ見ても、いまいち何の生物かはわからないわね。しかし、大きさから言ってかなり巨大な生物らしい。もしかしたら、ネスコにも、ネッシーがいるという明確な証拠として、このソナー画像が使われるかもしれないぜ。ソナー画像ってこんなにもいろんなところで活用されていたのね。この技術を使えば、世界中の湖がくまなく調べられるんじゃないかしら？そりゃ理論上はそうかもしれないが、実際調べるとなると莫大な費用と、大量の人手が必要になってくるからな。現実問題厳しいと思うぜ。でも、せっかく未確認生物がいるかどうか確認することができるのよ。だったらやってみるべきじゃない？夢を見がちな霊夢にちょっと現実を教えてやるが、未確認生物っていうのはな、いるのがわかればいいってわけじゃない。実際に捕獲して、その生態を、調査するところまで行かなければ、大きな価値にはならないんだぜ。どうして？仮にソナー画像を駆使して、本当にネッシーが湖の底にいることがわかったとしよう。それじゃあ、それを国に伝えたら報奨金が出るのかと言ったら、出ないだろう。そりゃあ、ソナー画像だけでは、国からしたら捏造かも、って思うかもしれないし。そういうことなんだよ。ソナー画像だけでは未確認生物好きとしては大興奮するかもしれないが、世間一般からしたら、信憑性はまだまだ薄いんだ。だから画像ではなく、実際に捕獲をして、実在することを世間に周知しなければならない。それじゃあソナーでいることが分かった後で、実際に捕獲調査をすればいいじゃない。そこでもまた金の問題が絡んでくる。ソナーと人手を用意するだけでも金がかかるのに、そこからさらに捕獲用の船やら何やらを用意しなければならないとなると、予算がどれだけになるかわからないんだ。未確認生物を調べることだけに人生を捧げられる人はそうそういないんだよ。じゃあ国から支援金とかは出ないのかしら。せっかく未確認生物を調べようとしてるんだから。残念ながらそれも期待はできない。国からしたら、いるかどうかわからない。未確認生物の調査のために、金を出すなんて難しいからな。国に限らず、州でも町でも同じだと思うぜ。せいぜい金が出るのは、土の子狩りみたいな見つけたら数万ドルとか、そういうレベルだと思う。なんだかすごく悲しいわ。未確認生物、みんな好きじゃないのかしら。もちろん好きな人はたくさんいると思うぜ。しかし、自分の生活を犠牲にしてまで調査をしたいという人が少ないんだ。そう、ソナー画像でいることがわかるって、画期的だと思うんだけどね。まあ、今回紹介したチャンプニカクラと、キャミーとそしてネッシーは、実際に捕獲することはできなくても、町おこしとしては利用されているからな。そういう意味では、ソナー画像で存在が確定させられるのは経済効果にはなっている。むしろ、念入りに調査をしていないと結論付けられると、町おこしができなくなって、困る人が増えてしまうかもしれない。だから下手に存在を確かめるよりは、現状維持の方がいい結果をもたらすかもしれないな。確かにそうかもしれないけど、なんだかやるせなくなるわね。未確認生物が好きで、調べたいと思ってるだけだけど、現実って問題がつきまとうわ。でもな霊夢。あくまでも大規模な調査をすると、いろいろ大変になるというだけで、個人が趣味範囲で未確認生物の調査をする分には、誰も何も言わないと思うんだよ。それは確かに、そうかもしれないわね。だから、霊夢が現地に行ってみて、ちょっと湖で釣りをしてみるとか、潜ってみて、水中を確かめるとか、そういう簡単な調査くらいはできるんだ。ソナー画像や捕獲のための機材なんて必要ない。お前が楽しむために、現地で探すだけで十分だと思うぜ。なるほど、マリサ、時々すっごくいいことを言うわね。私はいつだっていいことしか言ってないつもりだぜ。それじゃやる気も出たみたいだし、まずはチャンプがいるという、アメリカのシャンプレイン湖に行ってみるとするか。あ、ごめんマリサ、今日は話を聞いていっぱい頭を使ったから疲れちゃったわ。行きたいなら、あんた一人で行ってきてちょうだい。こいつ、なんだかんだ絶対に未確認生物の調査とか行く気ないやつだ。暖かくなったら行くから。アメリカとこっちじゃ気温違うから、こっち基準で考えるなよ。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、なんか面白い生物の話ないの？またお前は私にそういう雑なふりをする。私だって何でも知ってるわけじゃないんだぜ。そりゃそうだろうけどさ、暇すぎて面白い生物とか見て。何これすごいとか言って驚きたいのよ。やれやれしょうがねえな。じゃあ最近見かけた有名な新種の化け物たちを紹介していくことにしようかな。有名な新種の化け物、どういうこと？それじゃあ
今回は新種の化け物深海生物について解説していくぜ。マリサさん、それじゃあ早速。おっと、その前にチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、カリフォルニア沖水深3300メートルの海底で発見された、肉食の海面動物についてだぜ。海面動物って確か、ホヤとかそういうのが含まれている生物だっけ？それじゃあ今回紹介してくれる生物も、もしかしてホヤみたいな生き物ってことかしら？いや、確かに海面動物ではあるんだが、今回紹介するのはホヤとは違う見た目をしているぜ。そいつは、こんな見た目をしているんだ。わぁ？なんじゃこりゃ、意味わかんない形になってるんだけど。最初に発見されたのは2012年。そこからは近縁種がちょくちょく見つかっているみたいだな。複数に分かれた根のような部分から、放射状にハープのつるのような枝が生えている。名前は、コンドロクラディア、リラと名付けられたらしいぜ。コンドロクラ。長すぎてとても覚えられないわ。どうしてそんなわけわかんない名前になってるのよ。コンドロクラディアは海面動物という意味があり、リラはラテン語でハープを意味する。最初に発見された個体は、羽とでも言うべき部分が2つしかついていなかったそうだが、個体によってそれぞれ羽の量が違うことも判明している。これは成長に伴って数が増えるものなのか、はたまた別種だからそうなっているだけなのか。しかし、研究チームが着目したのはそこだけではない。こいつらの枝の先端についても着目してるんだぜ。そういえば、枝の先端部分になんか、よくわかんないものがついているわねー。それに、先端だけじゃないわ。枝の細いところにも毛みたいなものがびっしりついてるじゃないの。そうなんだよ。そして霊夢、私はこいつを紹介するとき最初になんて言ったか覚えているか？海面動物って言ってたわよねー。それだけじゃないぜ。こいつは肉食動物だと言っただろう？あ、そういえば言っていたわねー。この見た目で肉食動物？牙なんてないのに？そう。海の中の肉食動物といったらサメやウツボなど凶悪な顔をしている生き物が多いだろうが、このコンドロクラディア、リラも立派な肉食性の海面動物であることが判明しているんだ。こんなわけわかんない見た目で、一体何をどうやって捕食するっていうのよ。こいつの無数に生えている枝で小さな甲殻類を引っ掛けるんだそうだ。引っ掛かった甲殻類は身動きが取れなくなり、この生物はゆっくりと捕まえた獲物を薄い膜で覆い、そのまま消化していく、という捕食方法をしているみたいだぜ。そんな、いくら小さいからって甲殻類よ。そんなものが簡単に捕まるとは思えないんだけど、枝についている無数の毛のようなものを拡大した画像があるから、紹介していくぜ。うわ。なんじゃこりゃ、まるでフックみたいな形になってるじゃないの。そう、コンドロクラディアはこのフックを無数に使い、獲物を捕らえるように特化している。すごい。こんな体の構造をしているなんて。また、複数の羽部分があるのは、できるだけ多くの獲物を捕まえるために進化したものと考えられているぜ。一般的な海面動物は、海水中のバクテリアや有機物を体でろ過して、そこから栄養を取る種が多いとされているんだが、なぜこいつが肉食になったかは分かっていない。やっぱり、バクテリアよりも栄養が豊富だから、とかじゃないのかしら？しかし、場所は餌が乏しい深海3300メートルだからな。そんなところで肉食性になってしまうと、なかなか獲物が捕まらなくて、そのまま餓死してしまうという可能性だって出てくるぜ。確かにそれもそっか。なんでそんな進化しちゃったのかしら。まあ、海面動物は基本的に体を動かすことはなく、エネルギー消費は少ないとされているからな。そうなれば、待ち伏せ型の狩りの仕方をしていても、たまに海流に乗ってやってきた甲殻類を捕まえれば、十分生きていくことができるのかもしれないぜ。そっか、海流に漂ってくる甲殻類ね。あんまり動かないなら、それだけでも生きていけるのか。でも、それならやっぱりバクテリアでも十分なんじゃないの？どうしてわざわざ甲殻類を食べるように進化していったのかしら？やっぱりその疑問が出てくるよな。まあその疑問は考えるだけ無駄かもしれない。肉食性の海面動物は、このコンドロクラディアだけじゃないわけだからな。そうなの。こんな見た目の変な生き物、見たことないか？こいつも海面動物なんだが。ああ、見たことあるわよ。そっか、これも海面動物か。っていうか肉食だったの。そうだ。こいつはピンポンツリースポンジと呼ばれる海面動物の一種なわけだが。はいはい、私わかった。このスポンジみたいな丸っこい部分で、獲物を捕獲するんでしょう。きっと粘着質で、獲物を捕まえたら離さないような構造になってるんだわ。まあ正解だぜ。しかしピンポンツリースポンジの面白いところはそこだけじゃない。なんとこの生物、枝の部分が発光すると言われているみたいなんだよ。枝の部分が発光、なんでそんなことになるの？
そりゃあ、暗い海底の中で光を使う目的と言ったら、獲物をおびき寄せる以外にはないだろう。なるほど。海面動物でもそんなことができるように進化しているなんて、深海の生物ってどいつもこいつも、本当に能力が高いものばかりだわ。もしかしたら、そんな不思議な能力を得ることになったきっかけがあって、その能力を維持しながら生きていくために、より栄養価のある獲物を狙うようになったのかもな。深海のことはまだまだわからないことが多いとは聞くけど、もしそうならロマンがあるわね。他の生き物たちでも、もしかしたらそういう特殊な能力に目覚めている生き物がいるかも。続いて紹介するのは、まずはこの画像を見てもらってからにしようかな。何これ、丸い円盤みたいなものが画像に映り込んでいるわね。この丸いのは無視していいんだが、問題なのは、画像の中央から左あたりにある、謎の足跡のような穴の方なんだよ。あ、そういえば確かに、足跡みたいなものがたくさんついているわね。海底にこんな感じの足跡をつける生き物が何かいるってことかしら？このあたりは水深何メートルくらいなの？水深4000メートル、地の底もそこだぜ。水深4000メートルに、こんな足跡をつける生き物がいるの。しかも今回発見された足跡の大きさは、およそ 2.5 メートル。深さは13センチだそうだ。2.5 メートル、足のサイズがそれだけあるってことよね。大きすぎでしょ。サウサンプトン大学の研究チームが、足跡を見つけて調査を進めているらしいんだが、足跡が発見されたのはメキシコとハワイの中間、太平洋グラリオンとクリッパートン地域だそうだ。海のど真ん中って感じなのね。そんなところに、一体何の生き物がいるのかしら。研究チームはどうやら、ソナーイメージも用意して、足跡の様子をチェックしていったらしい。その結果、足跡は少しカーブを描いているようで、どこに向かっているかの軌跡が見られそうだった。ふむ。でも足のサイズが 2.5 メートルもある生き物って地球上には存在しないんじゃないかしら。象の足跡だって、大きさ20センチくらいって聞いたことがあるのよ。それなのに海底にその10倍くらいの大きさの生き物がいるとはとても思えないわよ。確かにな。そんな大きさの生物がまず存在しないということくらいは、研究チームもわかっているだろう。それじゃあどうしてわざわざ研究なんかしているのよ？それでも、何らかの生物の痕跡ではないかと考えているからだよ。まず、海底に足跡を残すタイプの生き物をいくつかピックアップしなければならない。とりあえずこの生き物を見てくれ。うわ、これ知ってる。下ヒラメってやつでしょ。下みたいに平べったいヒラメのこと。確かに下ヒラメに似ているかもしれないが、こいつの名前はクロウシの下。カレイの仲間だ。ヒラメかカレイか違いがわかりにくすぎる。クロウシの下は海底にへばりついていることが多く、移動して間もなくだと、このような跡を残すんだ。おお、これはこれは。確かに足跡っぽい跡を残してくれる生き物ねー。でも、こんなさっきの深海の足跡はこんな跡じゃなかったと思うわよ。それにこの生き物、深海4000メートルの地点まで潜ることができるのかしら？残念ながらクロウシの下はそこまでの深海に行くことはありえないとされているぜ。だから、今回の足跡の原因とはならないかな。ほらやっぱり。それじゃあ、一体何が足跡の正体なのかしら？まず研究チームは、水深4000メートルにまで達する巨大な生物として何がいるかを調査した。その結果該当した生物が、クジラだ。クジラ、なるほど。確かにクジラは海底にまで潜るとは聞いたことあるわね。でもちょっと待ってよ。クジラには足なんてないわよ。足がないのに足跡なんて、変な話じゃない？まあ確かにな。しかし大型哺乳類の深海での行動はまだまだ未知な部分が多いとされているんだ。今回発見された後も、もしかしたらクジラがまだ見ぬ行動を取ったためにできたもので、クジラの新たな未知の行動によるものなのかもしれないと私は思っているぜ。クジラの未知の行動ねー。そんな行動するとはとても思えないけど、研究チームの間では、深海を好む赤棒クジラかのクジラが、今回の穴を作った張本人ではないか、という意見が出てきているみたいだぜ。へえ、ちょっと可愛い顔してるじゃない。クジラっていうよりイルカって感じね。まあ、クジラとイルカの違いは大きさでしかないからな。しかしこの説には少し問題点というか、違和感のある部分も存在しているんだ。違和感のある部分？どういうことよ。赤棒クジラかのクジラは、画像を見ればわかると思うんだが、クジラの中では比較的小さい。今回の足跡のサイズは 2.5 メートル。とても赤棒クジラかのクジラがやったこととは、思えないってわけなんだよ。なるほど。それじゃあ犯人だと思ったけど、犯人じゃないかもしれないと。なら一体どの生き物が犯人なのよ？クジラの一種の可能性が高いとは思うんだが、それでも確定ではないからな。はたまた、未知なる新種が海底4000メートルには眠っているのかもしれないぜ。怖いこと言わないでよ。足跡だけで 2.5 メートルもあるってことは、本体はもっと大きいでしょう？まあそうなるよな。しかし今のところ、
確定的な情報は何もないとのことだ。研究チームも、早く正体を明かして、世間に公表したいとやきもきしてるだろうぜ。まあそりゃそうよね。私もこの生き物の正体、早く知ってみたいわ。だがまあ、一応ある仮説が存在しているぜ。その仮説というのは、深海性のクジラの仲間が餌を探して海底を掘った後ではないか?というものだ。餌を探して海底を掘った後、そんな跡を残すクジラがいるっていうの?ああ、そいつはツチクジラという名前なんだが、こういう見た目をしているぜ。一応赤帽クジラ科のクジラの一種なんだが、こいつの比較的長い興奮であれば、土を掘った跡がまるで足跡みたいに見えるのも、なんとなくわかる気がするぜ。でも、結構な数のくぼみがあったわよね。こんなにたくさん餌を探したってこと?まあ、そこはちょっとだけ疑問が残る部分だよな。集団で探したのか、一頭でこんなにたくさんの穴を掘ったのか、いろいろ謎に思える。しかし、土クジラがもしも本当にこれだけの穴を掘っていたんだとしたら、それはそれで、土クジラの新たな生態を探る上で、面白い発見になりそうだということだ。確かにね。でも結構面白そうだわ。土を掘るクジラって。まあ、もちろんクジラじゃなくて未知の巨大な生き物が隠れているって可能性もまだあるからな。そっか。それじゃあ今回の足跡は、どう転んでもロマンしかないっていうことね。まあ、夢はでっかいに越したことはないぜ。今後の研究に期待することにしよう。続いては、イカの話をしようか。イカ、出たわね。深海といえばイカっていうのはもはや通説のようなものだからね。深海といえばイカ。そんな通説あったか。まあそれは置いておいて、今回紹介するのは途方もなく長い足を持つイカだぜ。途方もなく長い足。そんなこと言って、実はそうでもないんでしょう?じゃあ画像の方を見せていこうか。これがそのイカの画像だぜ。長すぎでしょう。何メートルくらいあるの?この長さ。8メートルということらしいぜ。体のほとんどが足になっている。足の比率は 90% を優に超えるという、恐ろしいサイズ感をしているぜ。このイカは深海にしか生息しないマグナピナイカ、和名で水引きイカというそうだ。こんなに長い足になってるなんて、天敵に襲われたりしてなくならないのかしら?まあ、深海では餌は乏しいが、代わりに天敵に出会う確率も低いだろうからな。発見されたのはメキシコ湾の深海2386メートル、遠隔無人探査機で調査している時に見つかったそうだ。他にも面白いものが、この足なんだが、まるで肘のようにある部分で直角に曲がっているんだ。ほんとだ、よく見ると曲がってるわね。これは一体どうしてなのかしら?肘のように曲がっている理由は正直全くわかっていないぜ。曲げることで何か生存に有利な能力を得られているとも考えにくいからな。もしかしたら、何かの進化の名残かもしれないな。進化の名残ねえ。確かに曲がってるからって有利とは思えないけど。ちなみに、マグナピナというのは大きい翼という意味を持っているそうだ。最初の目撃例はなんと、1907年にまで遡るらしいぜ。1907年、100年以上前じゃない?そんな昔からこんな生き物が発見されてたなんて。その時は写真などは撮影されていないみたいだが、ちゃんと撮影されたのは1988年のブラジル沖だそうだ。あら、メキシコ湾で見つかったけど、ブラジル沖でも発見されているのね。結構いろんな地域に生息しているのかしら?そうだな、メキシコ、ブラジル、カリフォルニア州の深海など、様々な場所で発見されているぜ。日本では大西洋、インド洋、太平洋の水深1940から4735メートルの深層域にて、発見されているんだそうだ。そんなに深いところでも見つかってるんだ。なんだか一気にすごい生き物のように思えてきたわ。ところで、これってイカなのよね?ああ、イカだけどどうした?イカってことはさ、もちろん確認されてるのよね?何がだ?味。は?だから味よ味、イカと言ったら味のチェックは絶対しなきゃいけないでしょ。なんで絶対しなきゃいけないかはわからんが。とりあえず、味に関してはまだ何もわかっていないぜ。ちなみに、実際にこの生物が深海で泳いでいる様子も確認されているんだ。うわぁ?なんだか泳いでいる姿を見ると、すっごく幽霊みたいに思えてくるわね。水引きイカに関しては、様々な研究が進められていて、中にはこんな感じの、細長い足を持つ水引きイカの仲間も確認されているみたいだ。これ、もう足っていうか触手っていう感じになってるんじゃないかしら。また、水引きイカに関して面白いことも判明しているんだぜ。面白いこと?何よ面白いことって、観測例の一つに、カメラから泳ぎ去ったイカが海底からわずかに浮いて垂直の姿勢に落ち着き、腕をぐるぐるとコイル状に巻いている、という謎の行動をとったらしいんだ。画像がないのが残念でならないが、電球の中のフィラメントのような形になっていると、想像してもらえればいいかな。こんなぐるぐるの状態になっているの。足を巻いて、一体何がしたいのかしら?
おそらくでしかないんだが、この行動は獲物を捕まえる際の、釣りの姿勢ではないかと言われている。釣りの姿勢？イカが釣りなんかするの？普通に触手で捕まえればいいのに。水引きイカの触手をちゃんと見てみろ。まともに獲物を捕まえられるような触手じゃないだろ。ああ、言われてみれば、確かにそうかも。力強く獲物を捕らえるような触手ではないわね。餌を捕まえるのも一苦労しそうだから、釣りをして捕まえるんじゃないかというわけだ。釣りをする際には、イカの体は海底と平行になり、ゆったりと動いている状態になるんだとか。ゆったりと動いている状態ねー。まるで獲物を待つ釣り人ってところかしら。水引きイカは他にも、ヒレをパタパタと動かすような動きをしたりするんだとか。ますます興味が湧いてきたわ、このイカ。そして何よりも気になるのがやっぱり味ね。味に関しては、もう自分で捕まえて自分で調べるしかないんじゃないかな。続いて紹介するのは、ブラジル東部のバイア州沖合で新種と見られる魚が発見されたらしいぜ。ほう、新種の魚。どういう魚なのかしらね。今回発見された魚は、体長 1.8メートル。結構大きい魚だぜ。それだけでなく、そいつの体はゼリー状だそうで、鱗は全くなかったらしいんだ。鱗が全くない魚。深海魚らしくて恐ろしいわねー。発見したのはウミガメの保護団体だったそうで、見た瞬間恐怖を感じ、新種の魚だと思ったんだとか。ほほう、見た瞬間恐怖するような、恐ろしい見た目の魚なのねー。一体どんな見た目なのかしら？それじゃあ見せていくことにしようか。こいつがその新種の魚だぜ。な。気持ち悪、パッと見て恐怖というか、普通に不快感を覚える見た目をしてるわ。研究者たちは、間違いなく新種だと言ったり、世にも珍しい魚だ、と言ったり。とにかく今回の生き物に関して、興味を持ったらしいぜ。早速持ち帰ってこの魚について調べることになったわけなんだが、調べた結果、この魚は食用には向いていない、ちょっとしたダメな魚であることが判明したそうだ。ちょっとしたダメな魚って、そんな呼ばれ方することあるんだ。専門家によると、この魚はシャチブリ科と呼ばれる深海魚の一種である可能性が最も高いらしいんだ。うおー気持ち悪い。ブリって名前がついているんだからもっと美味しそうな見た目であってほしいのに。まあ、深海魚で美味しそうな見た目のものなんてめったにいないからな。アンコウだってうまいはうまいけど、見た目はとんでもないことになってるだろう。確かに。あの見た目で美味しいのは恐ろしいし、あの見た目のものを食べようとする人間も恐ろしいわ。さて、そんなシャチブリ科だが、分かっていることは少ないとされているぜ。生息地はカリブ海から大西洋東部、インド洋、太平洋西部など、らしいんだが、ほとんどのシャチブリ科は深海の海底付近に生息する低生魚であると言われているようだ。ほほう、結構分かってることありそうなものだけど。いや、そこまでしか分かっていないんだ。どのようにして繁殖しているのかなどは不明のまま。シャチブリ目の魚類は、この新種の他にソコダラ、ギンザメなどがいるぜ。シャチなのかブリなのか、タラなのかサメなのか、名前をもう少しはっきりしてほしいわね。まあ、そもそも今回発見されたこの生き物についてもまだシャチブリかどうかが分かってないんだがな。分かっているのは鱗がなく、まるでゼリーのような皮膚を持っているということだけ。深海魚であることは間違いなさそうだけど、それだけの情報では種類の特定は難しそうねー。シャチブリは過去にも日本の海でこのような個体が確認されているぜ。うわ、これはこれで気持ち悪いわね。鱗もなさそうな感じがするわ。ちなみに顔はこんな感じだぜ。本当にゼリー状って感じの見た目をしている。さらに面白いのが、特徴的な口吻だ。歯はなく、まるで鯉のような口をしているぜ。鯉のような口か。確かにそうかも。でも血管みたいなのが浮き出てるのが最高に怖いわ。まあ確かにな。シャチブリは基本的に漁網にかかることはあっても、正確に調べることはできないとされている。ちなみに実際に触ったことのある人も何人かはいるみたいなんだが、頭部はゼラチン状で、触っている感じはまるでプリンでも触れているかのようだったそうだ。なんか、魚でその感触はあんまり味わいたくないかなって思っちゃうわ。ちなみに、過去には魚津水族館にてシャチブリの剥製が展示されたこともあるんだぜ。おお、こんな感じなんだ。実際に触ってみたいけど、それはさすがに難しいかしらね。実際に触るのは難しいかもしれないが、水族館で働けば触るチャンスはあるかもしれないな。水族館で働くのはちょっと嫌かな。確かに生き物と触れ合えるのは楽しいけど、それ以上にやることたくさんありそうだし、そもそも仕事ってのはやることがたくさんあって当然の世界なんだけどな。しかし、そんなシャチブリだが、実は生態よりも幼体の方がずっとグロテスクなんだぜ。ああ、そういえば魚の幼体って結構みんなグロテスクだったりするもんね。ふふん、魚の幼体のグロさなんて大体想像つくから、私だったらそんなこと言われても平気だわ。そうか？それは安心したぜ。
それじゃあこの画像を見せていくことにしよう。マリサ、宣言撤回するわ。何よこれグロテスクすぎるでしょ。こんな気持ち悪いのが妖怪だなんて、私聞いてないわよ。いやいや、お前がグロさに耐性あるって言うから、私は気兼ねなく見せただけなんだが。いやー、ここまでグロいとは思わなかったわ。なんか手みたいなのが生えてるのが余計怖いわね。確かにな。目っぽいものは明確にわかるし、胴体、頭部って感じの部位もわかる。しかし、手のようなものがこの後どのように変化していくのかはちょっと想像できないな。多分ヒレだとは思うんだけど、だとしてもこんなに手っぽくなるものかしら。わからんな、今後どういう形になっていくのかは。しかし、面白いだろう？深海の生物ってものは。結構いろんな種類が知れたし、どの生物も個性的だったわ。深海ってやっぱりロマンの塊みたいな場所ねー。私も行ってみたくなってきたわ。別に構わないが、装備が充実していないと、ただ危険な場所に行くだけになってしまうぞ。水圧がヤバいとはよく聞くけど、そんなにヤバいの？よく提示されるのが、カップ麺の容器だな。深海に行けば行くほどこんな感じになっていくぜ。冷え、どんどん小さくなっていくわ。これがもし人間だったら、ぺっしゃんこのぐっちゃぐちゃになっていく、というわけだな。へえ、恐ろしすぎるわ。まさかそんなことが、生身で行けるような場所じゃないわね。人間が生身で行ける水深はせいぜい水深30メートル程度と言われている。生身で海底なんて、行けるとは思わないことだな。いや、私は人類初、生身で深海にたどり着いた人間として名を馳せてやるわ。もしもそんなことができたら、ギネス記録なんかは総なめすることになるし、きっと深海調査を頼まれて、多忙になると思うぜ。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、この間恐竜の生き残りが、今もいるかもしれないって話をしてくれたでしょ？他にも、恐竜の生き残りっていないの？ああ、実はいるかもしれないぜ。その名も、モササウルスだ。あ、名前は聞いたことがあるかも。このモササウルスっていう恐竜が、今も生き残っているかもしれないのね。ああ、しかもカメラにも捉えられているからな。へえ、それは興味深いわ。どんな話なのか早速教えてよ。それじゃあ今回は、カメラが捉えた謎の巨大怪獣について紹介していくぜ。ぜひ最後まで楽しんでみてくれ。マリサさんそれじゃあ早速、おっとその前にチャンネル登録と高評価ボタンを、押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。まず最初に、今回紹介するモササウルスなんだが、パプアニューギニアで新生死されている、ミゴーこそがモササウルスなのでは？という話から紹介するぜ。おお、そのミゴーって生き物、イメージ図が完全に恐竜なんだけど、パプアニューギニアで生きているの？うむ、実際に捕らえられたりしているわけではないようなんだが、昔から、何人もの人がその姿を目撃しているぜ。ふんふん、言い伝えで伝わっている生き物って感じなのかしら。ミゴーは、パプアニューギニアのニューブリテン島の、ラカタウア湖に生息しているとされているぜ。体長は、だいたい5メートルから10メートルほどあるようだ。へえ、かなりの大きさね。このミゴーは、他にどういった特徴があるの？うむ、首が長いのが特徴で、馬のような縦髪があるようだな。そして、ワニのように鋭い歯を持っているんだ。それじゃあもし遭遇したら結構危ないかもね。その通りだぜ、ミゴーはかなり獰猛な性格だと言われているからな。現地の人たちにとって、ミゴーというのは神聖な存在であり、恐ろしい存在でもあるんだぜ。おお、なんだかそういった生き物って、かなり威厳を感じるわよね。ちなみに、ミゴーというのは海外よりも、日本での知名度の方が高いそうだ。1970年代から調査が行われていて、1994年には TBS、2008年には日本テレビが、現地でミゴーらしき姿を捉えているんだぜ。ということは恐竜の姿を、ビデオに収めていたってことになるわね。ああ、とはいえミゴーの正体については諸説あるんだけどな。だが、一番有名な説がモササウルスではないか、という説なんだ。ねえマリサ、さすがにテレビで放送された映像を流すのは難しいかもしれないけど、テレビスタッフがどういった調査を行って、どんな映像をゲットしたのかを知りたいわ。それじゃあ、紹介できる範囲で、その内容について紹介していくぜ。まずは、1994年9月に、TBS で放送された内容から見ていくぜ。これは、ザ・プレゼンターという番組内で放送されたもので、20世紀最大の大発見、体長15メートル肉食恐竜ミゴー捕獲、というタイトルが付けられていた。20世紀最大の大発見、ってもう自信しかないタイトルじゃない。しかも捕獲、と疑問形じゃなくて捕獲、って断言していることは、実際に、捕まえているってこと？それじゃあ、早速内容を見ていくぜ。
番組では、恐竜図鑑を使い、現地の人たちに聞き込みを行ったらしい。いやいや、恐竜図鑑。とにかく、モササウルスとミゴーが、似ているかを調査しようとしたんだろうな。聞き込みの結果、図鑑で見せたモササウルスとミゴーが、どうやら、類似していることがわかった。ふんふん、そこについては本当だったのね。そして調査の結果、見事湖面から姿を現したミゴーを撮影することに成功した。おお、それはすごいじゃない。しかも、30秒近くにわたって、撮影に成功したみたいだしな。いきなり調査に行って、撮影に成功するなんて、かなりラッキーじゃないの？ただ、ちょっとこの話には続きがあってだな。あれ、なんだか雲行きが怪しいんだけど。実はこの湖は、アルカリ性が強くて、魚の住む環境としてあまり適していないんだ。餌の魚があまりいないのに、ミゴーのような巨大生物が生きられるのか？という疑問は残るな。でももしかしたら魚以外の生き物を食べていたかもしれないじゃない。まあ、はっきりと否定はできないけどな。それに、ラカタウア湖は結構大きくて巨大生物が生息するのに、サイズ的には適している、と考えられるぞ。また、餌になるであろう魚の数が少ないというのは、トルコのバンコにいる未確認生物と条件が似ているんだ。その名を、ジャノというぜ。あ、このイラスト、ミゴーに結構似ているかもね。このジャノは海外ではレイク、バン、モンスター、バナ、キャナバーという名前で呼ばれるが、日本では、ジャノと呼ばれることが多いな。ジャノは、15から20メートルとかなり長い体をしているのが特徴なんだ。うわぁ、いきなり20メートルもある生き物が出てきたら怖すぎる。また、もともとこのバンコには、ビシャップと呼ばれる怪物の伝説もあった。おぉ、なんだか盛りだくさんな湖ね。このビシャップという生き物は、竜に似た生き物でかなり長いとされていた。ふんふん。だから、ジャノが話題になった時は、ついに伝説の生き物を映像に捉えた、と、かなり話題になったんだぜ。これは、かなり胸厚な展開じゃないの。また、長い体で潮を吹くという習性から、古代のクジラであるゼウグロドンの生き残りが、ビシャップであり、ジャノではないかという説なんかもあったぜ。なんだかまた新しい生き物が出てきたんだけど、ゼウグロドンってのは何？ゼウグロドンっていうのは、バシロサウルスの別名のことなんだ。バシロサウルスについては後で出てくるから、その時に詳しく紹介するぞ。お願いするわね。そして、このジャノが生きているとされるバンコは、琵琶湖の5倍というかなりの大きさがある。さらには、塩分濃度が海を越えるほど高く、水質はアルカリ性となっているんだ。あら、湖が広くてアルカリ性ってことは、本当にダカタウア湖と環境が似ているわ。こういった生き物がいるってことは、ミゴがいる可能性も高いんじゃないかしら。このジャノについても、実際にはいないのではないか？という話がある。ちょっと、人がせっかく喜んでるのに。やはり、水質がアルカリ性で差があまりない、という点がネックなんだよな。バンコには、全然生き物がいないの？全く生き物がいないわけではないが、ニシンみたいな小魚しかいないんだ。ああ、ニシンって焼き魚にすると美味しいわよね。確かに美味しいのは認めるが、ジャノがお腹を満たすには小さすぎるな。でも、さっきジャノみたいなイラストと一緒に写真も見せてくれていなかった？ああ、これのことだよな。これは写真ではなくて、映像だったんだぜ。ジャノが水面に急に姿を現した時のもので、アップになった様子も映っていたな。この映像は日本のテレビでも流れていたようだから、覚えている人も多いかもしれないぜ。おお、映像に映っていて、しかもテレビでも放送されていたのね。その映像では、これまでに明らかになっていた生物とは違っていたの？ああ、既存の生き物とは違う色合いになっているし、シワや小さな目なども確認できていたんだぜ。へえ、その映像はぜひ見てみたかったわね。でも、それだけはっきりした映像があるなら、どう考えてもジャノはいるってことじゃないの。それが、この正体については驚きの説があってな。一説によれば、水の中で遊んでいた像ではないか？という話があったんだ。え、まさかの像？そんなことはないでしょ。何か他の説はないの？他の説というと、怪獣デザイナーであり、ユーマ研究家である岡本秀夫氏によれば、この映像に映っているジャノの体は、ハリボテではないか、と言うんだよ。もう、またフェイクの話じゃないの。岡本氏によれば、ジャノの正体はハリボテをただ引っ張っただけの、巨大生物に見せかけたもの、という話だな。これは寂しすぎる。いくらなんでも、それはないわよ。ジャノの正体については、他の話もあるな。2006年に日本人作家が、ジャノらしき生き物の撮影に成功したんだが、サイズが大きすぎる上に、潮を吹きながら浮き沈みするだけの内容だったから、湖底から吹き出したガスによって、浮き上がってきた泥じゃないか？という話もあるな。今度は泥か。ハリボテよりは、かなりマシだけど。でも、まあジャノはジャノだからね。ミゴーについてもそうとは限らないし。だが、ミゴーの映像については、入り江ワニじゃないかって話もあるぞ。
え、入江湾にもそんなに大きいの？入江湾にはオスの生態で 3.5 メートルから6メートルほどあるからな。捕獲されたワニで世界最大と認定されたロロンは、2名の命を奪ったのではと言われているぜ。そんなにパワーがあるの？しかも、さっき身長が5メートルから10メートルほどと言ってたから、まあサイズ的には合っているわね。でも、せっかく衝撃映像だと思ったのに、やらせかと思うとがっかりしちゃうわ。ただ、テレビ局の名誉のために言っておくが、あくまでこういった説があるだけで、やらせが確定したわけでもないけどな。入江ワニを遠くから発見して、見ごうと思ってしまった可能性もあるし。さっきの画像ではかなり遠くから撮っていたしね。確かに、勘違いしちゃっても仕方ないのかもしれないけど。それに、人間を襲う巨大な入江ワニを、仕込みで使うというのはかなり大変だろうしな。やらせをするにしたって、そんなに危険な方法は選ばないでしょうね。近くの海で見ごうの目撃情報もあるし、湖と海が繋がっている可能性もある。もしかしたら本当に見ごうだったかもしれないぜ。それはナイス情報じゃない。見間違いややらせ、というのは寂しすぎるし、ぜひその説を推したいわね。それじゃあ次は、日本テレビが、見ごうの撮影に挑んだ番組についても紹介するぜ。こっちは期待してるわよ。これは、2008年9月に放送された、衝撃リポート、世界の怪奇現象大追跡スペシャルという特番で、放送されたものだぜ。ちょっと画像は見つからなかったが、番組内では、見ごうの正体と、される映像を放送していたんだ。それで、その映像はどういったものだったの？それが映像のブレが激しくて、映っているのが、見ごうなのか何か、よくわからなかったんだよな。遠くの映像をズームしたから、どうしてもブレが出てしまうのよね。だから、この映像の見ごうは、実は流木なのでは？という説もあるんだ。ちょっと、もう生き物ですらないじゃない。それくらい、不鮮明な映像ってことなんだよな。確かなのは、何か巨大なものが水面を浮遊していた、ということだけだ。でも、流木と決まったわけでもないんでしょ？もしかしたら、見ごうでもないまた別の生き物かもしれないしね。確定していない限りは、その可能性もあるな。動画の冒頭で少し紹介したが、見ごうはパプアニューギニアに伝わる生物なんだ。最初にそう言っていたわよね。そして、パプアニューギニアには悪魔の鳥と呼ばれる、ローペンという未確認生物もいるぞ。この画像はまさにプテラノドンじゃない。遠くから見ても似ているが、このローペンは体に鱗があるし、翼にはカギ爪があって、爪を使って木に止まったりもできるそうだ。これらの特徴から、ジュラ紀や白亜紀に生きていた翼竜では？と言われているぜ。パプアニューギニアには、ミゴ以外にも恐竜のような生き物がいるのね。ミゴ以外にもこういった話があるってことは、パプアニューギニアは、恐竜の生き残りが、生きやすい環境なのかもしれないわね。そうだとしたら、かなり夢が広がる話だな。ねえ、ミゴって一体いつ頃から現地で目撃されているのかしら？現地の人たちに伝わる伝説も含めれば、数百年前から目撃されているようだぜ。かなり前から目撃情報があるのね。でも、このミゴはどうしてもササウルスじゃないかと言われているの？ミゴを見た人たちが、ワニに似ていると証言することが多かったんだ。だから、古代の巨大海生爬虫類であるモササウルスでは？という話が出てきたんだよ。でも、モササウルスとミゴとの間には違う点もあるんだよな。モササウルスには縦髪がないし、首が長いというのも一致していないんだ。モササウルスは体は長いけど、首が長いというわけではないのね。そういうわけで、中には、ミゴイコールモササウルス説を否定している人も少なくないんだ。それじゃあ、そういった人たちはミゴは何だと思っているの？さっき、ミゴとして撮影したものはイリエワニだったのでは？という話があったが、もしかしてやっぱりイリエワニだったってこと？いや、デイノスクスではないか、という話なんだぜ。デイノスクス？それって何なの？デイノスクスは、絶滅した大型ワニなんだぜ。デイノスクスも絶滅した生物なの？デイノスクスは、アメリカからメキシコ北部にまたがる地域に、生息していたとされる、史上最大級のワニなんだぜ。ラテン語では、恐ろしいワニと呼ばれているしな。まあ、ワニは怖いものだけど、わざわざ言うってことはよっぽど怖かったのかしらね。体長が10メートルほどあり、同じ大きさの恐竜も食べていたとされているからな。恐竜を食べてたの？それは確かに怖いわね。でも、恐竜と一緒の時期に生きていたとなると、デイノスクスが生きていたのはかなり前でしょ？だいたい8000万年から7300万年前に生息していた生き物とされているな。ちなみに、モササウルス類も8000万年前に出現したとされるから、だいたい同じ頃だな。そうなると、モササウルスと同じくらい現在まで生き続けるのは厳しそうだけど、
デイノスクス説についても、結局ありえない話ってことになるんじゃない？でも、モササウルスは恐竜、デイノスクスはワニという大きな違いがあるぞ。恐竜は絶滅したとされるが、ワニは今も生き続けているからな。たとえ古代種のデイノスクスであっても、現在も生き続けている可能性があるかもしれないぜ。となるともしモササウルスじゃなくて、デイノスクスであったとしても、かなり夢がある話ってことになるわね。ただ、この話にもちょっと突っ込みどころがあるんだ。こっちの話にもあるの。もう、デイノスクスってことでいいじゃないの。急に、デイノスクスをもうプッシュしてきたし。ほら、さっきデイノスクスは、今の北米大陸に生息していたって言っただろ。それの、どこに問題があるのよ。いやいや、ミゴーの特徴を忘れちゃったのかよ。ミゴーはパプアニューギニアに生息している、って言ったじゃないか。パプアニューギニアは、南太平洋にある島だぞ。それじゃあ北米大陸から、かなり離れちゃってるじゃないの。それに、パプアニューギニアではデイノスクスの化石も発掘されていないからな。デイノスクス説も興味深い説ではあるが、やはり仮説の域は出ないんだよ。そっか、なかなかはっきりとした証拠がないから、断定することはできないのね。それじゃあ、やっぱりミゴーはモササウルスっていう話と、それほど信頼性では変わらないってことね。ねえ、他にミゴーの正体について言われている説はないのかしら？ああ、実はあるぞ。おお、今度はどういった動物なの？イリエワニだ。結局イリエワニに戻ってきちゃったじゃないの。結局有力視されているのはイリエワニの誤認説なんだよな。霊夢、マサライという精霊の伝説を知っているか？何それ、カレーみたいな名前だけど。それはマサラだろ。マサライというのは、パプアニューギニアに伝わる精霊の伝説なんだ。あら、これもパプアニューギニアに残る伝説の生き物って感じなのね。このマサライは模様のある蛇、もしくは相当の蛇の姿をしているとされるぞ。ミゴーは現地の言葉では、マサライと呼ばれているんだぜ。ミゴーがマサライって呼ばれているの？部族によってはミゴーとマサライは同一化され、神聖視されているんだよな。でも、ミゴーとマサライってあんまり似てないんじゃないの？まあ、それはそうなんだが、長い首だからマサライを連想したのかもしれないな。また、現地の人々はイリエワニのことも、マサライと呼んだりしているそうだぜ。マサライだらけじゃない。もしかするとマサライというのは水辺に住んでいる、大型爬虫類のことを指しているのかもな。昔から、ワニなどが神格化されるということは珍しい話ではないしな。例えば、エジプト神話には、セベクというワニの神がいたりするぞ。へぇ、それはどういった神様なの？かつてナイル川に住んでいたナイルワニを、神格化した神様だぞ。古代エジプト人は、セベクを崇拝することでナイルワニに襲われずに済むと考えたんだ。なるほど、危険から身を守るための防御策でもあったってことね。まあ、どこでも崇拝されているわけではなくて、崇拝されていない地域では、ナイルワニへの恐怖から、悪神とされたりしているがな。へぇ、同じくナイルワニへの恐怖心を持っているのに、全く扱いが違うのが面白いわね。でも、それなら確かにイリエワニへの恐れから、マサライと呼んで神として、扱っていたというのは、あるかもしれないわ。ちなみにだが、今でもワニを神様として、崇拝している地域があるんだぜ。それは、西アフリカのブルキナファソの首都から30キロほどのところにあるバズーレという村だ。ここにはモシ族の戦士の末裔がいて、彼らは西アフリカワニを崇拝しているぞ。おお、今でもワニを神様として崇拝しているのね。しかも彼らはワニに近づいて遊んだり、上に乗ったり、べったりとくっついたりしているんだ。生きているんでしょ？大丈夫なの？驚くことに、ワニに襲われて亡くなったという事故は、70年以上起こっていないそうだぜ。へえ、それはすごい。でも、怪我とかはやっぱりあるのかしら？もしワニに噛まれたら、それは先祖からのお仕置きなんだ。だから、神聖なワニからの攻撃ではないとみなされているんだぜ。なるほど、本当にワニは神様として扱われているのね。それにしても、70年以上誰も亡くなっていないというのはすごいわ。また、ワニとかが神様として崇められているところがあるってよくわかったわ。イリエワニもこういったワニのように、神格化されていったのかもしれないわね。そして、ミゴーと呼ばれるようになったのかもしれないな。これまで、いろいろなミゴーの正体と思われる生き物について紹介してきたわけだが、ここからは、ミゴーの正体についての、専門家の見解について見ていこうぜ。おお、専門家の見解は気になるわね。ここまでイリエワニ説やデイノスクス説などがあったけど、これらとはまた別なのよね。ああ、まず未確認動物学者である、ベルナルド・ユーベルマン氏だな。ベルナルド氏は、モササウルス説と、イリエワニ説の中間的な見解を発表したぞ。どちらでもないってこと？一体、どういったことなのよ。なんと、これまでに見つかっていない、未知種のワニではないかというんだ。おお、まさかの新種ワニ。これまでに発見されていないワニというのは、かなりロマンがある話だよな。
ええー、恐竜が生き残っているというのも夢があるけれど、新種のワニという結果も、なかなか興味深いしね。それで、他には一体どういった説があるのかしら？次は、同じく未確認動物学者である、ロイ・マッカル博士だな。ロイ博士は、今後の代表的ユーマである、モケイレ・ムベンベについて、この生き物が、竜脚類の恐竜であると結論付けたこともある人物だぜ。ちょっと、モケイレ・ムベンベって何よ？川の流れをせき止めるものという意味の名前を持つ生き物で、長くて筋肉質な首を持つ、四足歩行恐竜のような外見をしている生き物なんだぜ。へえ、なんだかこっちのモケイレ・ムベンベについても興味が出てくるわね。まあ、今回のメインテーマはミゴートモササウルスだから、モケイレ・ムベンベについては、また機会があったら紹介するな。それにしても、恐竜の生存について言及するような専門家だし、ミゴーの正体についても、興味深い見解を示してくれそうね。ロイ博士は、なんとバシロサウルスに代表されるような、昔クジラの末裔だと話しているぜ。おお、バシロサウルスってことは恐竜じゃないの。でも、昔クジラって聞いたことがないかも。ねえマリサ、両方の生き物について詳しく教えてほしいわ。ああ、バシロサウルスというのは、オウとトカゲの合成語なんだ。サウルスとついているのは、当時は爬虫類の一種と考えられていたからだぜ。と考えられていたってことは、本当は違っていたってことなの？ああ、バシロサウルスは哺乳綱に分類されるんだ。要するに、哺乳類ってことだな。へえ、いかにも恐竜みたいな名前だから、てっきり爬虫類だと思っていたわ。バシロサウルスは、だいたい4000万年前から3400万年前あたりに生きていた生物だぜ。ゲンクジラー目の中では最大の種となっていて、オスは18メートル、メスは15メートルほどあったとされるぜ。おお、このバシロサウルスもなかなかの大きさがあったようね。それで、昔クジラの方はどういった生き物なの？うむ、昔クジラの紹介をする前に、今のクジラの話をしておこう。現存しているクジラは、ヒゲクジラとハクジラの2つのグループがあるんだ。ああ、どちらも聞いたことがあるわね。ハクジラは、その名の通り歯のあるクジラのことで、ヒゲクジラというのは、歯の代わりにヒゲ板というものがある種類なんだ。ただ、昔はそれらの祖先とされる三つ目のグループが存在していたんだぜ。あ、ということはその三つ目っていうのが昔クジラってわけなの？ああ、そういうことだぜ。昔クジラは始新世中期になると、寒帯地域や南半球にも分布を広げたんだ。へえ、ということは結構広い範囲に生息していた生き物ってことなのね。ああ、だが始新世の末期になると、地球環境が一気に寒冷化してしまってな。それで、海の環境も大きく変わってしまった。昔クジラは、そういった環境の変化でほとんどがいなくなってしまったんだ。それでも、今その子孫であるヒゲクジラとハクジラが生き続けているということは、適応して、生き続けていた個体もいるってことなのよね？ああ、海洋動物として適応を進めていったことで、減少クジラの直径祖先のみが残ることになったんだ。へえ、それでヒゲクジラとハクジラは今も生き残っているってことなのね。そしてどういった話だったっけ？肝心なところを忘れるなよ、ロイ博士が、ミゴが昔クジラの末裔だ、という説を唱えたって話だろ。あ、そっかそっか。ということは、ミゴは今のクジラの親戚みたいなものなのかもね。今回は、ミゴがモササウルスの生き残りか？という説などを教えてもらったわ。なかなか、ミゴがモササウルスだ、という確定的な証拠はないけど、その正体がイリエワニとか、新種のワニとかいう話もあってどれも興味深かったわ。これまでにその姿を捉えた映像もあるが、こちらも確定的なものじゃないんだよな。今後ミゴーについての研究が進んで、正体が明らかになっていったらいいな。実は、イリエワニでしたっていう話で終わるかもしれないけどな。いやー、それは勘弁してほしいけどね。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ふふふ。お、どうした霊夢？ニヤニヤしながらスマホに釘付けじゃないか。最近猫の動画にハマってるのよ。ああ、飼い猫の日常を撮ってる動画か。確かに無邪気で可愛いよな。そうなのよ、私も飼ってみたくなるわ。どうせ霊夢は餌の時間とか忘れて、私が世話することになるんだからやめとけ。そんなことしないわよ。ところで動画見てると不思議なことが起こるのよね。不思議なこと？だいたい子猫を拾う動画からスタートするんだけど、数ヶ月するとまた捨て猫を拾う動画がアップされて、それまでいた猫はまるで存在しなかったように、動画に全く現れなくなっちゃうのよ。そしてそれは動画の再生数が落ちてくるとよく起きる現象で。霊夢、その辺にしておこう。長ゼリフは私の役目だし、猫動画の裏側なんて、誰も知る必要がないんだぜ。そりゃ飼い主には何の興味もないけど、でも本当に急にいなくなっちゃうから、てっきり宇宙人にさらわれたかもしれないと思って。なるほどな、そう考える方が、幸せかもしれない。ん？なんか言った？
いやなんでもない。まあ確かに猫の可愛さを知ったら、宇宙人も思わずスパチャ投げちゃうだろうな。そりゃそうよ、地球を侵略してこないのも、猫のおかげだわ。だが世界には、そんなに可愛い猫ばかりじゃないぜ。世界には宇宙人もびっくりするような、巨大な猫の目撃例もたくさんあるんだ。トラとかライオンとか？そんなもんじゃない、飼うことは愚か、きっと動物園でも飼育できないぜ。気になるわね。それでは今回は猫かユーマについて解説していくぜ。日本ではあまり馴染みのない猫かユーマだが、知ればきっと夢中になっちゃうと思うので、ぜひ最後まで見ていってほしいぜ。マリサさん、それじゃあ早速、おっとその前にチャンネル登録と高評価ボタンを、押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、バッソコだ。聞いたことないわね。まあユーマの中では情報も少ないから、少しマイナーかもしれないな。バッソコとは、中央アフリカの山岳地帯で目撃された猫かユーマで、馬と同じ大きさを持つ、大型猫か動物と考えられている。馬といってもポニーとかじゃないわよね。目撃情報ではサラブレッドとか、シマウマ程度はあったらしいぞ。でもアフリカだから、ライオンの見間違いじゃないかと思うんだけど、ライオンはオスはたてがみが特徴的だから、すぐ区別がつくだろうし、メスはたてがみはないが、馬に比べると手足は短いから、見間違えることはないと思うぜ。そっか。大きいのは分かったけど、他に何か特徴はないの？霊夢も、猫の目が夜になると光るのは知ってるよな。そうね、夜に野良猫を見かけると、目にライトが入ってるんじゃないかと思うくらい光ってるわね。あれは、タペタムという構造が原因で、タペタムは猫の目の網膜の後ろにある反射層だ。入ってきた光を再び網膜に反射させることにより、暗い場所でも多くの光を利用して、視力を向上させる。この反射が目の光る原因だぜ。へぇ、勉強になったわ。だがバッソコの場合、灯台のように周囲を明るく照らすそうだ。それっている場所すぐに分かっちゃうから、野生動物としてはマイナスな気がするわ。逆に獲物をおびき寄せてるのかもしれないぜ。そりゃライオンよりはるかに大きいから、大体の獲物は枯れちゃうでしょうけど。さらに毛深い足とふさふさの尻尾で、地面についた足跡を消すらしい。自分の痕跡を消すのね。でも夜は目がギラギラに光るから、居場所バレバレよ。山奥の洞窟に住み、鳴き声は象に近いという。獰猛なハンターであり、普通猫科の動物は口に加えて獲物を運ぶものだが、バッソコは獲物を背中に乗せて、運ぶことができると言われている。体が大きいからできるんでしょうけど、どうやって背中に乗せるのか想像がつかないわ。そのあたりは新たな目撃情報に期待だな。そして巨大な牙を持っているのも特徴で、これがバッソコの正体に迫る大きな要因だ。おお、正体がわかってるの？約250万年前から1万年前にかけて生きていた、サーベルタイガーの生き残りという説がある。なるほど、大きな特徴が一致するわね。そうなんだ、化石からもサーベルタイガーは、大きな牙を持っていたことがわかっているからな。でもそれだけで正体とするのは、証拠が弱いんじゃない？確かにな。正直サーベルタイガーは、そんなに大きかったわけではないらしい。現在の標準的なトラやライオンと同じくらいで、馬の体格とは大きく差があるようだ。じゃあこの説はないわね。大体サーベルタイガーが生き残ってるなんて、無理があるわよ。いやいや霊夢、サーベルタイガーの最大種である、スミロドンの中には、サラブレッドの標準体重と同じくらいの、470キロに達する個体もいたとする説もあるんだぜ。まあ体格に関しては、ギリギリ合格って感じね。だが残念なことに、サーベルタイガーが生息していたのは現在のアメリカ大陸で、アフリカに生息していた形跡は、見つかってないんだけどな。なんじゃそりゃ、それじゃ生き残りっていう、一番の根拠が崩れちゃったんだけど。まあ、絶滅してたと思ったけど、絶滅してませんでしたという、ユーマの正体あるあるは使えないわけだが、こっそり大昔にアフリカ大陸に渡っていたが、まだ化石が見つかっていないサーベルタイガーがいた。ということで手を打ってくれ。わかったわ、他にバッソコの正体候補ってないの？最初に霊夢が言っていた通り、ライオン説もある。トラやライオンは、現在、絶滅の危機に瀕している種もいるが、残念ながらもうすでに絶滅してしまったものもいる。どうして絶滅しちゃったの？人間による乱獲だな。ライオンは強い動物だから、ハンティングのトロフィーとして使われたようだ。ひどいわね、娯楽目的なんて。しかもこれは現在でも続けられていてな。そのせいで絶滅してしまったのが、ケープライオンだ。現在の南アフリカ共和国のあたりに生息していたが、19世紀中頃に絶滅してしまったんだ。ちなみにこの頃の南アフリカは、鉱物の産出が盛んで、開発による自然破壊も原因とされている。どちらにしろ、人間の欲の犠牲になっちゃったわけね。この頃はまだ絶滅危惧種のレッドリストもなかったからな。
話を戻すと、ケープライオンは他のアフリカ地域のライオンよりも、巨大だったとハンターが証言している。ハンターの証言というのも、また複雑なところだわ。余談だが、一般的なオスのライオンは大きくても全長 2.5 メートル程度、体重は大きい個体で250キロ程度とされているが、ケープライオンは全長3メートル、体重は300キロあったと言われている。一回り大きいって感じかしら。そしてもう一種、巨大な体格を持ったライオンが、バーバリライオンだ。こっちはいつ絶滅してしまったの ?20 世紀初めに野生個体は絶滅してしまったと思われていたが、その後の調査で1996年に再発見され、2007年に一頭生息しているのが確認された。へえ、よかったじゃない。だが、これは純血種ではなかったようだ。また混血種の繁殖は飼育下で現在でも行われており、フランスの動物園で50頭ほど飼育されている。まあ混血でも、絶滅していたと思っていた動物が生き残っていたのは、いいニュースだわ。そしてさらにいいニュースもあった。生息地のモロッコのムハンマド5世の私的動物園で、かつて献上品として捕獲された、バーバリライオンの血統を色濃く受け継ぐ個体が飼育され続けており、2012年にストラバトに開園した動物園にて、繁殖の取り組みの結果、3頭の子ライオンが誕生したんだ。献上品にされていたことはかわいそうだけど、結果的には種の保存に貢献したのね。そもそも乱獲しなきゃよかったんだけどな。そして信憑性は不明だが、尻尾を含むと全長4メートル以上、体重300キロほどのバーバリライオンが存在したとの記録がある。血統の濃い個体が育っていけば、ひょっとしたらバッソコとの関係もわかるかもね。さて、ライオン説はこんなところかしら?まあないこともないんだが、別の項で紹介するとしよう。何よ、気になるわね。代わりにトラ説を一つ紹介しておこう。ガンドントラという種類だ。トラ?アフリカにトラはいないでしょ?そうだな、トラはユーラシア大陸に生息している。ガンドントラも現在のインドネシアにいたとされる絶滅種で、スミロドンと同じ時代にいたとされる、メガサイズのトラだ。メガサイズってどの程度なの?体重500キロを超えていたそうだ。ちなみに現在のトラで最大のものはアムールトラで、体重は400キロ弱といったところだな。おお、確かにかなり大きいわね。体格的にはスミロドンよりバッソコに近いかも。というわけでバッソコの正体は、インドネシアからアフリカまで歩いたガンドントラ説も出てきたぜ。いやいや、スミドロンと同じく化石もないんでしょ?ユーマの正体あるあるすら成立してないんだけど。じゃあ新種の大型猫科動物ということにしておくか。まあ目撃証言しかないわけだし、今のところ正体は何でもいいと思うわ。続いてはアイパだ。これも霊夢は知らないんじゃないかな?そうね、ちょっとわかんないわ。アイパは大西洋に面した、ブラジル国境付近のアマゾン川河口にいると伝わっているユーマだ。へえ、水辺付近に住んでいるのね。猫は水が嫌いなのに珍しい。いや霊夢、水の近くに住んでいるのではない、水の中に住んでいると言われている。はい、魚のようにエラ呼吸しているの?いや、陸での目撃情報もあるから、ワニのような半水性動物じゃないかと思われる。水辺に隠れて、襲った獲物を水中に引きずり込むようだ。本当にワニみたいね。他にはどんなことがわかっているの?実はこのアイパ、あんまり情報がないんだ。しかしブラジルと国境を接するフランス領ギアナやスリナムでは、マイポリナという水性のユーマの目撃情報があるぞ。ユーマに国境なんて関係ないから、同じユーマである可能性も高いわね。そうなんだ。というわけでマイポリナについても合わせて紹介していこうと思う。ただアイパは猫のユーマだが、マイポリナはカワウソにも似ていると言われているからな。本当に同じかどうかはわからないぜ。カワウソと猫は似てないけど、水に入れるってことはカワウソの方が説得力あるかも。確かにな。だが1962年にフランス領ギアナとスリナムの国境にあるマロニ川で、とある事件が起こった。7歳の少年の遺体が見つかったんだが、損傷が激しく、傷跡も特殊だったので、マイポリナに襲われたのではないか、という噂が立った。うわぁ、悲惨だわ。カワウソも鋭い爪を持ち、肉食なので、それに似たユーマともなれば人間を襲っても不思議ではないんだが、アマゾン川流域にはジャガーなど、大型の猫科も多数存在しているので、猫のユーマ説もあるようだ。じゃあジャガーじゃないの?って言いたいけど、傷跡が特殊だったというのが引っかかるわね。というわけでアイパとマイポリナの正体は、生き残ったサーベルタイガーという説が有力だ。あ、また出た。現在には生きていないとされる動物であれば、特殊な傷跡も説明がつく。さらにはサーベルタイガーは、アメリカ大陸に生息していたので、アマゾンの環境に適応して生き残ってユーマとなったという推測は、大西洋を渡ってアフリカでバッソコになった、という説よりも説得力があると思うぜ。いや、さっき言ってた説を否定してどうするのよ。まあアマゾンはまだまだ未知の領域もあるし、生き残っていた可能性はあるかもしれないわね。
そうだ、水だって克服できたかもしれない。そして実は水を克服した猫科の動物が、現在にもいることがわかっている。え、そうなの？アメリカ大陸のカナダからチリにかけて、幅広く生息しているピューマだ。もちろんアマゾン川流域にも生息しているぜ。でもなんでピューマが、水を克服したってわかったの？もともとピューマは目撃情報や生息域から、泳ぐ能力が高いんじゃないかと言われてきた。そして GPS タグをつけて生態調査をしたところ、オスの個体の中には、水を嫌うどころか自ら海に飛び込み、離れた島まで泳ぐことがわかったんだぜ。中には 1km 以上、休憩なしで泳いでいた個体も存在した。もうそれは特技に入りそうだけど、もともと繁殖している島から、2km も離れた孤島にも、ピューマがいたことから、かなりの距離を泳ぎ切ることが可能であることが示唆されている。なるほど、それじゃあイパの正体もピューマと考えられなくはないけど、泳いでるだけでは、水に住んでいるとは言えないわよ。確かにピューマは基本的には陸で暮らしているし、水中に引きずり込むのは考えにくい。おそらく泳いでいるピューマを見て、水生猫と勘違いした。というのがアイパの正体だろうな。ユーマの正体あるある、見間違いね。そういうことだな。次は今までとは少し違った、猫かユーマを紹介するぜ。次に紹介するのは、スライバーキャットだ。スライバーキャットはどんなユーマなの？体重は130キロ以上あると言われている大型猫かユーマで、木の上で生活している。猫は木登りは上手だけど、木の上で生活なんて聞いたことないわ。そしてスライバーキャットで一番特徴的なのは、3メートルはあると言われている尻尾だ。めっちゃ長いわね、邪魔になりそうだけど。いや、実は尻尾の先には、アンキロサウルスなどの恐竜に見られる骨状の突起があり、片面はトゲがついていて、もう一方は滑らかになっている。へぇ、何か意味があるの？もちろんだ。木の上で獲物を待ち伏せ、獲物が真下に来た瞬間、滑らかな面でぶん殴り気絶させ、トゲのある方で獲物を突き刺し、木の上へと持ち上げる。はい、尻尾は便利な仕様になってるのね。でもこれは何か話がうまくできすぎている気が。気づいたかレイム、実はスライバーキャットはフィアサム・クリッターと呼ばれるユーマだ。フィアサム・クリッター？ユーマの中には、目撃情報など以外にも、民間伝承から生まれるものもある。ああ、たまに聞くわね。フィアサム・クリッターとは、西部開拓時代の19世紀後半のアメリカにおいて、キコリたちの間で語られてきた、伝説上の生き物たちのことを指すんだ。ふむふむ、キコリたちが仲間同士の絆を深めるための娯楽として、機能していたと考えられている。また、厳しい労働環境や自然の厳しさから来る、恐怖や不安を和らげるための手段でもあったようだ。なるほど、開拓時代のアメリカなんて、ユーマに見える生き物なんて山ほどいたでしょうからね。現在でいうところの都市伝説の妖怪のような存在で、その数は数えきれないほど多いらしいぜ。スライバーキャットもその中の一つというわけね。何か元になった猫科の生き物とかはいないの？当時はあったのかもしれないが、これといっては思いつかないな。サーベルタイガー説はさすがに無理があったみたいね。だが木に登っている巨大トカゲの垂れ下がった尻尾を見て誤認した。もしくは誰かを驚かそうと捜索した、とは考えられる。そっか、トカゲの尻尾もトゲトゲしいものね。ということで、今回は民間伝承に加えて、見間違いの合わせ技だぜ。お、ちょっと変化球が来たわね。次も期待してるわよ。さて次は、エイリアン・ビッグキャットだ。これはなんとなく想像はつくわ。まあそのまんまだからな。エイリアン・ビッグキャットはイギリス発祥のでっかい猫のユーマ。通常黒色や茶色の大きな猫として描写されるが、鮮明な写真やビデオ映像はほとんどなく、目撃証言が主な情報源となっている。よくあるスタンダードなユーマね。でも気になるのはなぜ、エイリアンなのか、ってところだわ。さっきの説明だけだと、ビッグキャットでいいじゃない、と思っちゃうけど。ではなぜエイリアンなのか、説明していこう。その前にエイリアン、ビッグキャットは、ABC と訳されているため、ここでも ABC と呼ぶぞ。語呂もなかなかいいわね。ABC は別名テレポート、アニマルと言われている。テレポート、アニマル？テレポート、アニマルとは、ある土地に本来そこには生息しないはずの種類の生物が目撃される事例のことだ。例えばアメリカで、オーストラリアでしか見つかっていないカンガルーが目撃されたり、日本でも和歌山でライオンが見つかったりしている。また宮崎県でもカンガルーの目撃情報が多発した時期があった。それって、まあ今挙げた事例に関しては、ほぼ間違いなく動物園から逃げ出したんだと思うぜ。やっぱり、たださすがにライオンに関しては、クマか何かと見間違えたとは思うが、カンガルーの脱走能力はやばいわね。猛獣と比べると飼育員さんも、油断しちゃうのかもしれないな。だがイギリスの ABC の姿は、黒豹のようだったと言われている。
でもさすがに猛獣が逃げ出したら、動物園も警察とかに連絡するんじゃないの？実はイギリスでは、1960年代から70年代にかけて、外国の猛獣のペット化が流行り、街中でも猟やピューマに首輪をつけて、連れ歩く人の姿が多く見られるほどのブームになっていた。怖いっていうのもあるけど、ペットにすることなんてできるの？それはダメだったようで、ほどなくして法律で禁止されてから持て余す飼い主が増え、次々と野山に捨てられた結果、野生に帰ったというのが実情である。殺処分もかわいそうだけど、猛獣を野に放つなんて。猛獣をペットにすることは一部のお金持ちにしかできない余興であり、事情を知らない一般人には、普通では見かけない量の姿が化け猫に見えてしまい、事情が知られないまま脚色が繰り返され、ABC はユーマに仕立て上げられたんだ。人間が作り出しちゃったユーマね、捨てられた猟やピューマはその後どうなったの？ちゃんと調査をしたわけではないようだが、イギリス国内で今も生き続けてる可能性はあるぜ。特にピューマは環境に対する適応能力が高く、野生化し生存し続ける可能性は十分考えられるな。1970年代から ABC の被害があった、スコットランドのハイランド地方で、1980年、メスのピューマが捕獲され、動物園に引き取られている。この個体は人慣れしていたという証言もあった。ペットとして飼われていたものだった可能性もあるわね。象についても、2011年にイギリスで捕獲された ABC の体を調べたところ、その骨格等の特徴は、野生の象とまるっきり同じであることが判明した。どこかから逃げた可能性もあるけど、象もイギリスに定住した可能性があるわ。さらに、美術館に保管されていたヨーロッパ山猫の剥製が、2013年の調査で、おそらくペットと思われるカナダオオヤマネコであったことが判明。イギリスでは19世紀以前に外来猫か動物が、ペットとして飼われていた可能性の根拠となっている。文化として昔からあったのね。また、国内に持ち込まれた山猫と、家猫との交雑種とする説も多い。実際に該当する交雑種の個体が捕獲されている。いや大丈夫なのかしら、そんなことして。とは言うが、霊夢がいつも可愛いと思って見てる動画に出てる猫たちも、品種改良の結果生まれたものばかりだと思うぜ。ああ、そっか。もちろんブリーダーは猫の健康に気をつけて、安全な環境でやってると思いたいが、猫ブームの陰で無責任な飼い主が増えて、殺処分が減らないことを考えると、今の日本はかつてイギリスが野生動物にやったことと、同じことをしているのかもしれないぜ。そうね、飼う方もちゃんと責任を持たないといけないわね。まあとにかく ABC の正体については、無責任な飼い主が捨てたペットというのが、答えだろうな。ユーマの正体が分かったのは良かったけど、悲しい現実だったわ。だがここで終わらないのが、ユーマ大好きグレートブリテン及び北アイルランド連合王国だ。え？いきなり正式名称？ほぼ ABC の正体が分かっているにもかかわらず、ぬいぐるみを ABC だと思って、警察に通報した案件が複数回起こっているんだ。いや、それは分かるでしょ。いたずらで置かれたんだろうが、まだそれだけ ABC をユーマと信じてる人間がイギリスには多いんだろうな。他にも人工生物説があり、バイオテクノロジーによって生み出された生物が脱走したという説だ。これまたユーマあるあるだわ。そして最後にヤマネコ説、実際2300年あたりまでは、イギリスにもオオヤマネコは生息していたので、それの生き残り説、または新種という説だ。サーベルタイガーではないけど、これもないでしょう。今はな。だが近い将来、これが起こる可能性がある。え、どういうこと？イギリスで最野生化というプロジェクトが進行中だ。なんとなく意味はわかるんだけど、ちょっと説明してくれる？最野生化は、自然環境や生態系を再生し、人間の影響を最小限に抑えることで、自然な生態バランスを取り戻す取り組みだ。その中の一環として、イギリスではオオヤマネコを自然に放つという計画がある。いまいち理由がわからないんだけど、オオヤマネコは人間も襲いそうよ。霊夢は日本の千葉である外来種が大量発生していることを知っているか？え、ネズミかしら？初期の著作権は切れたけど、あんまり名前は出すなよ。キョンという草食動物で、動物園から逃げ出した個体が野生化してしまった、いわば外来種だ。これがイギリスでもかつて中国から輸入されたものが野生化し、大繁殖して農村部から都市部まで広く生息し、定期的に駆除しているが追いついていない。なるほど、キョンの駆除のために、オオヤマネコをイギリスに連れてこようというわけね。そういうことだ、だがオオヤマネコは家畜も襲うため、農家などは反対している。プラスの面はあるだろうけど、マイナス面もあるから、難しいわね。まあ最野生化の全体的な話は置いておいて、ABC の目撃談は飛躍的に増えるだろうな。いやー、スコットランドヤードも最野生化には反対するかもしれないわね。さて、ABC についてはこんなところかしら？いや、最後にヨーロッパが舞台ということもあるので、紹介しておきたい ABC の正体候補がある。
ヨーロッパホラーなライオンだ。え、ヨーロッパにライオン？実は氷河期には、ヨーロッパにもライオンが存在していたんだ。へぇ、知らなかった。と言っても化石などが見つかっているのは、ユーラシア側でイギリスにいたかはわからないが、氷河期にドーバー海峡を渡ってきた可能性もあるので、一応招待候補として紹介しておくぞ。いや ABC の招待はもうわかってるんだけど、でも証拠がない説もロマンがあっていいと思うわよ。最後はマロジだ。マロジはどんな猫かユーマなの？東アフリカで目撃される大型猫科系ユーマで、ライオンとハイエナのハイブリッド、もしくはライオンとヒョウの雑種だと言われている。え、それも人間が作ったとか？いや、野生で見つかっていて、目撃情報もあり、そして毛皮という物的証拠も見つかっている。そっか、確実に存在はしているのね。しかし、ライオンとハイエナは生物の分類がかなり異なるのに加え、敵対関係だ。ヒョウにも同じことが言えるが、ただ人工的にヒョウとライオンの交配は成功している。へぇ、そうなんだ。レオポンといって、日本でも生まれているぞ。だがこの交雑は、自然の摂理に反するとの批判もあり、レオポンを誕生させる試みは行われなくなった。確かにあまり良くない気がするわ。だが世界では、父がライオンで母がトラのライガー、父がトラで母がライオンの胎盤も生まれている。こういうのって何か問題はないの？生まれてきた個体は生殖機能が低い、もしくはない。先天的疾患を抱えていたり、そして短命の場合もある。自然界ではこういうことは避けそうな気がするけど。そうだな、野生の世界でも1000点以上が出ないように、オスは群れから出ていくというからな。じゃあマロジの正体は何にしておく？では、ライオン、またはヒョウの突然変異、ということにしておこう。これでユーマの正体あるあるは大体出たわね。今回は猫かユーマの解説をしてたんだが、ユーマの正体あるある発表会になってしまったぜ。それでどうだった霊夢、ユーマを通じて猫への愛は深まったかな？そうね、次の動画が上がるまでの暇つぶしにはなったわよ。なんだよ、せっかく解説してやったのに。ごめんごめん、あ、新しい動画の通知が来たわ。ん？あれ？どうした霊夢？このチャンネル、3日前に子猫拾ってたんだけど、また今日も違う子猫拾ってるわ。まあ捨て猫が多い地域なんだろう、霊夢、その動画はそっと閉じよう。そんなわけで今日の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。